というような質問は実は私がボランティアをガイドするときによく聞かれました。なかなか一言言えないんですね。なぜかと言いますと、まさに資料館のホームページでも、使い方がはっきりと決まっているわけではありませんと。あとは広島でも実は広島市でもさまざまな意味で、広島というカタカナの広島の意味を表していると。手元の資料にありますけれども、ちょっとアンダーラインをつけているところですけれども、例えばまた文学作品では市役所などでの使い方とは違った作者自身の思いのこもった使い方がされていると思います。質問とは少しは、離れますが、今一度私たち一人一人が感覚を研ぎ澄まして、広島という言葉の持つ重みを感じていかなければならないのではないでしょうか。これは、資料館のホームページに載っているものですね。ここで私はとても共感できる部分で言いますか、とても大事と思っているのは、やはり、例えば作者自身の思い、つまりその一人一人の感覚、そしてその一人一人が原爆、そのカタカナの広島の意味をどう思っているのかということが、むしろこれから原爆の展示、あるいは資料館のあるべき姿ではないかと思っています。で、一方ではですね、英語では、英語の広島、または中国でも、漢字の広島というように、一つの言葉で地名と原爆体験そのものという、二つの意味を一つ言葉で表しています。これはもちろん日本語の中ではカタカナである特別な意味、あるいは固有の意味としてカタカナがよく使われていますけれども、しかし実は私がそれを見るときに、あんまり便利すぎで当たり前みたいに使っているのは、じゃあその本当に意味なのかを時々私たちはそれを取るのを忘れてしまうじゃないかと。本当はそこにある広島、いわゆる英語世界の広島、中国世界の広島と、私たちここで言っているカタカナの広島の間には本当に同じ意味を表しているのか、実はそうではないじゃないでしょうか、というような疑問が大勢持っています。で、今日の話のテーマなんですけれども、アジアの視点から原爆資料館の展示を考えるですけれども、で、つまり資料館がアジアの人々の原爆への思いをいかに受け止めるのか、また広島という言葉の持つ重みとどのように向き合うのかということが実は非常に重要ではないかと思います。広島平和資料館では原爆に関連する遺品や遺物を保存し、原爆という出来事を記録するだけにとどまらず、展示されているさまざまな遺品とかものは人々と直接に触れ合うとか見るとか、あるいは体感する、つまり暗い空間、あるいはとても怖い空間を私たちは感じたりとか、あるいは耳を本当に傾けて聞くとかですね、その聞くはもちろん証言者の話を聞くのが一つですけれども、周りの人たちの反応、その展示品を見た時のそこでの感想、互いを交流する声も実は私たちが資料館の展示を見る時にもとても重要な材料になるのではないかと思います。こうして展示を通して人々が広島や日本にいる原爆体験の集合的な記憶でありながらも、実はアジアや世界の人々とともに原爆から現在、そして未来に向かって変容しつつあるのではないかと思います。改めて今日のテーマに戻りますけれども、じゃあアジアから見る広島は何かということですね。2つの、国というか地域、の原爆の、教科書を通してですね、どういうふうに原爆を意味付けているのかを見ていきたいと思います。中国とシンガポールですね。そのなぜ中国とシンガポールと言いますと、まずは私は中国出身であり、中国はどうなっているのかを
皆さんに伝えたいと思います。まあ、シンガポールも本当は本当にたまたま資料を集めたんだけなんで、本当はもっと広い地域を集めるべきなんですが、これからサネとして進めていきたいというところですね。でこれは中国の小学校の教科書なんですけれども、小学校の教科書にこういうふうに実は原爆のことを教科書に書いています。で左の写真は、まあ、中国語なんですけれども、まあ、こういうレイアウトを皆さんに示したくてここに書いています。でその内容は右にちょっと小さいんですけれども、ここで読みます。あの先進科学の戦争がもたらした結果、人類は自分の知恵で現代社会を作って科学技術の進歩を推し進めました。特に、最近の数十年間飛躍的な発展を遂げた科学技術は人々の生活を根本的に変え、人類に幸せをもたらしました。しかし先進科学を戦争に用いることは人類に何をもたらしたのでしょうかということで、原爆のことをここで書いています。まあ、下はあの広島でもあの、まあ、いわゆる、どういうふうな、まあ、音とか曇りとか火の海とか、そういう話ですね。あとは人々が火傷を負ったりとか、眼球を目が出てしまって失明したりとか、もちろんあと黒い雨の話も当然入っています。一番最後に、爆心周辺地域では何十年もの間一本の木も草も生えないだろうというふうに、まあ、されていました。まあ、あと最後に、私は訳してないんですけれども、あの佐々木貞子さん の物語ですね。あの日本では同じ話です。一方でですね、中央学校の歴史教科書ですけれども、やはりそういう科学だけではなくて歴史の中で、原爆を位置付けられています。アジアや太平洋の戦場では日本が投降を拒否しました。そうしたら中国などアジアの国々は日本の侵略者に激しく攻撃を行いました。まあ、米軍はまた太平洋で戦ったと。で8月上旬に日本、アメリカが日本の広島と長崎に原爆を投下したと。その後8月15日、窮地に陥った日本ファシストが、無条件克服を宣告して、やっと第2回世界大戦を終わりましたというふうに、あくまでも原爆を第2回世界大戦の一つの出来事に過ぎないというふうに位置付けています。最も面白いのは下にまあ、討論しましょうというか考えてみましょうよというような、日本では、日本は世界で唯一被爆した国で第2回世界大戦の被害者であると考える人がいます。あなたはどう思いますかというような質問がついていますね。つまり単なる一方的な教義ではなくて、そこで原爆を考えてみましょうよというような、あるいは日本のそういう現象を考えてみましょうよというような教えが、されています。じゃあシンガポールではどうでしょうかと言いますと、これはシンガポールの、小学校の教科書ですけれども、そこにはやはり早く戦争を終結するためアメリカが原子爆弾を使用することを決めましたと。でその後は8月6日に広島に投下して、9日に、長崎に投下しましたと。そしたら原爆の投下は日本が連合国軍への投降を促しました。8月15日日本の天皇が戦争の終結を日本国民に知らせましたというふうに、広島の原爆と長崎の原爆を考えています。まあ、このような、教科書の記述を通してですね、日本から戦争被害を受けたアジアの国々は原爆投下を戦争の歴史の中に位置付けておりまして、原爆の投下は日本、まあ、の投降につながっていると考えています。あるいは、このような、まあ、もちろんアジアの国々がこういう原爆の投下によって解放されたというふうにも意味されています。しかしもちろんだからこそ原爆の投下が正しいとか正義であるとか、あるいはだから被害多すぎてそれは悪だというふうに、まあ、こういう歴史認識から簡単にその理由をつけるのは乱暴すぎる的な議論だと私は思います。しかしですね、やはり、原爆と戦争で失われた命、または原爆や戦争から生き残った人々のその苦しみこそ歴史の真実ではないかと私は思います。まあ、長崎市の、本島、元市長は長崎の意味を長崎までの道の連鎖の中で通っています。原爆をした時侵略されたアジアの人々は
上の救いだと言い、世界の半分以上は日本だ、そこに日本の悲劇があったというふうに述べています。でまさに原爆がもたらしたそんな、すさまじい惨状の中で、また一方ではアジアの人が喜んでたと。それは別にその国とかの歴史認識は別にしても、やはりその現地の人々がそれまで経験したその苦しみの表れではないかということは考えられますね。まあ、つまり、広島と長崎で起きた原爆投下という出来事は、カタカナの広島長崎であると同時に世界史または世界戦争史の中にの歴史でもあるということは決して忘れてはいけないではないでしょうか。で一方で中国の小学校の教科書の中で、言っているように、それはまた技術の反省としても考えられています。でもう一方ですね、これは中国とシンガポールの中の原爆ですけれども、もう一つ考えるのは、やはり重慶から広島というような、爆撃として空襲として、あるいは、無差別的な攻撃として重慶と広島、そして長崎は共通している部分があります。で資料の中では、簡単に、重慶爆撃が何かということを書いてますけれども、時間の関係では私はここで読みませんが、ここで紹介したいのは前田哲人先生の戦略爆撃の思想の中での、一節です。これはとてもやはり重慶の人々の思いや直接そこで表しているのではないかと思います。3ページ目ですね。精神法類、戦争処理記念碑、そして解放碑、重慶、この写真の右の下のその碑ですけれども、重慶中心部に立つ子に与えられた名称の変遷は、そのままこの都市の変遷と苦痛の歴史を語る物語、それぞれの名称の奥には、夜空に響く爆音のとどろき、空気を切り裂く焼夷弾の落下音、血のりの匂い、親しみ人の旦那様の表情が、それを記憶し続ける人々の思いと一緒にしっかり閉じ込められています。どのように加害者や外部世界から無視されても忘れられてもよと、もう重慶爆撃の記憶はこの街中心街にそそり立つ解放碑の姿のように、多くの人々の、胸の中、今なお立ち、また重慶市民誰の目にも見える光景なのです。その塔はまた思想都市の広島がこの地より発したことをも人々に語りかけています。重慶に住む人々にとってそれは稀有の経験だったのであり、同時にそこで行われた、殺戮の形式は戦争のあり方に一つの転換点をもたらす行為であった。その事実はとりわけ日本人が知っておかなければならない歴史への責任なのです。広島と長崎の意味は、そのつながりが認識されたと時初めて普遍化され、人類の精神史の一部になるのではないというふうに言えると。これはなぜか私が大事だと言いますと、そこにある重慶の人々の日常のいわゆる空襲の経験を書籍に書いていて、これは広島の人々がおそらく同じ体験をしているのではないかと。私は最初に申し上げましたですけれども、今日の話は政治という話とか、あるいは加害、被害という責任の問題を問うというよりは、同じように戦争を経験した、苦しみを経験した人々は、私たちは共感できるかというような問いです。で、中国上海からの女子大学生は、広島平和資料館の見学を終わって、その感想を次のように述べました。資料館の展示を見て、広島の街が完全崩壊した様子や、被爆者のケロイドの姿を見て心がぐっと痛くなりました。凄まじすぎます。核兵器は本当に二度と使われてほしくない。しかし残念なことに、私は記念碑の前で原爆によって亡くなった人々を追悼したが、この広島では日本の侵略戦争によって亡くなった中国人の人々に対して、私と同様に悲しむ気持ちを持っているとは
私少しも感じていなかったと。この例に挙げた中国人大学生は、戦争によって亡くなった中国人に対する悲しみの共感、その気持ちを広島にまとめてもらっています。つまり、その女の子として、その女子大学生として感じた広島の悲しみを日本人に訴えるときに、じゃあ日本人あるいは広島では同じように、中国で亡くなった人々に対して同じように悲しみの気持ちを持つのかと、もし持たなければ、その中国人の女性がそこに残念ですねと、残念なことにと、この旅を終わってしまいました。本来なら広島東京間の展示を通して、その原爆核兵器の恐ろしさを感じて、戦争の怖さを感じて、そこで共感するべきなのに、そこを共感しながらしても、結局のところでやはり私一人中国人の人がそこでその国の意識あるいは記憶、国の間の記憶をあえて無視して、あれは乗り越えたなにもかかわらず、そこで資料館ではもし同じような自分の周りの中国人のその苦しみに対して、日本からあるいは広島からのアプローチがなければ、おそらく彼女のように結果としては共有と共感ではなくて、やっぱり失望につながるかないではないかと思います。まあ、そこにはやはり記憶の構想の国語構を資料館に求められているのではないかと思います。あともう一つはやはり、実は広島で被爆された人々はもちろんご承知のように、中国人だけではなくて韓国人、朝鮮半島からの人々もたくさんいます。その中でも中国人もいます。私は何回も申し上げますけれども、ここではその戦争責任を問うつもりではありません。そこにいた中国人被爆者の苦しみを伝えたいと思います。で今日私は直接関わって、いるところは、広島では西松建設会社が、ヤスの発電所、今中央電力のヤスの発電所を作ったですね、まあ、トンネルを掘っただけなんですけれども、その時に360名の中国人が強制連行されました。その中の18人が、刑務所というか、監獄に入れて、あるいは警察署に、入れられてまして、そこで被爆しました。まあ、一番近いところは、すぐその、デオデオのところですよね、警察署がありまして、そこで5名が、即死しました。あとの13名は、死ななかったんですけれども、やはり帰って、さまざまな病気がかかりました。ここで2つの人の物語を紹介したいと思います。一人は常立弁さんという方なんですけれども、彼が被爆して帰って、生き残しました。彼の話を少し読みます。1年前から阿野にできたものがありました。青島市内の一番大きい病院で見てもらいました。お医者さんに核に近づいたことがあるかと聞かれました。広島の監獄の地下室で原爆にあったと答えると、アノのガンはその影響だと言われました。まあ、これは広島ではよく聞けます話ですね。ものすごく明るいと同時にものすごく音がしました。私は倒れて何も聞こえなくなりました。気づくと観衆が火に焼かれたような姿でいました。私は窓のそばに立っていたので、割れたガラスによって顔に怪我をしました。これもまた広島ではよく聞く話です。日本から帰ってきた時、私は24歳でした。最初の妻との間に娘が一人います。その妻は私が連行されたために生活を一人で支えなければならず、負担が重くて過労死で死んでしまいました。再婚して子供が欲しかったのですが、子供はできませんでした。日本から帰ってからいつも体がだるく力抜ける感じでした。私は体の具合が悪いので他の人より収入が少なく苦しい生活をしていきました。60年代の初め頃、人民日報に原爆について記事が載っているのを読みました。私にも同じ症状があるので、私も原子爆弾の被害者だと、その時初めて思い知りました。私も日本政府と交渉してほしいという手紙を中国政府に出したかったんですが、字が足りなくて、つい書きませんでした。もう一人の方を紹介したいと思います。今、画面で出ている方ですけれども、ヨウさんという同じ名前の名字なんですけれども、彼のお父さんが広島、この
牧師の近くで、即死を被爆して即死をしました。つまり、彼は被爆2世でもなく、直接被爆とは関係ないんですけれども、しかしその話を少し読みます。父が連れて行かれたのがのは私が2歳の時でした。父のおばあさん、父方の、おばあさんは毎年旧正月の大晦日に私を関帝廟に連れて行き、提灯を持って香を炊き、金紙を焼きました。この子の父親が早く帰ってくるようにと祈って年越しをしました。おばあさんは息子のことを思って泣いて暮らしましたので目が見えなくなって亡くなりました。息子のことを思いながら死んでいきました。私は7歳8歳の時に母のためにこじきをしました。犬に噛まれて怪我をしたこともありました。父がいなかったので生活はずっと苦しく、学校へ行くこともできませんでした。周りの子供と喧嘩する時もお前は親父がいない子だと何人もの子供にいじめられましたが、言われれば言われるほど私は怒りで売られた喧嘩を買い、よくな結局殴られました。私はどうしても父親がいないのか、私はどうして学校に行けなかったのか、これは全部日本軍が侵略したからです。何十年もの間私と年老いた母はただ黙って苦しみを耐え飲んできました。私たちの恨み、私たちの苦難を誰が私たちのために歌えてくるのでしょうか。まあ、ここで本当にもう一つの被爆証言がありました。しかし原爆を体験したその恐怖、そしてその体にもたらしたその障害、またはその後の人生にいろんな影響が伴っているのは、おそらく広島平和資料館で証言活動を行う証言者の証言、あるいは公開されている被爆者証言ビデオの証言とは性質は同じものではないかと思いますが、日本人の被爆者が体験した恐怖はこれらの強制労働者も同じように体験しています。しかし戦後中国人強制労働者被爆者は広島から離れて中国に帰った時から、広島からあるいは被爆という広島からも遠ざけられました。まあ、広島市、資料館の東館には、まあ、戦争原爆と市民、またはその中の続く原爆被害、外国人被爆者という展示では外国人被爆者についてもちろん、展示しています。下で、まあ調べてみましたけれども全部で7枚のパネルがありました。しかし数多くのパネルの中で7枚のパネルが、散在した状態の展示内容及び展示情報では、資料館を訪れた人々に多くの外国人が被爆するに至った経緯、そしてその被害の実相、在外被爆者の歴史や実態などについては十分な理解を得るとはなかなか言えないではないでしょうか。まあ、特に私は先ほど2人の被爆者の事例を挙げましたですけれども、彼らは広島で他の日本人と同じ被爆を受けて同じ体験を知ったにもかかわらず、外国人であるためまたは強制的に連行されてきた被爆前のその経験、そして被爆後に日本から離れたためという理由で、彼らの原爆体験は資料館に展示されないもう一つの証言とされているのではないでしょうか。もちろんその7枚の資料の展示があるんですけれども、しかしその中に生きる人の物語はおそらく他の日本人の被爆者とは比べるときになかなか見つけることができませんでした。これらの中国人被爆者は服1枚と毛布1枚を持って日本に来ましたが、その原爆によっておそらく彼たちは失われたもの、物質的なものは何もなかった、もともと何もなかったんですから。しかし彼たちは最も感じたのはその体の苦しみと精神的な苦しみです。その苦しみは一層彼らの人生を苦しんでるんじゃないかと思います。現在被爆者の遺族の中にはですね、家族が命を奪われた場所を訪れ、例えば警察署のところを訪れて、失われた家族の過去を追憶し、自分から遠ざけられた広島に向かっているんです。彼らは積極的に自分が広島に来て、その警察署に行って、その場所を思い出すですね。彼たちにとって失われたその家族の過去は、必ず被爆を受けたその前、そして被爆を経験したその当時、または被爆からこれまでの68年の歴史の中で、
位置づけなければいけないではないんじゃないでしょうか。まあ、こういうふうに、中国かあのカンボ、カンボジアで、あカンボジアすみません、シンガポールでの原爆に対する教科書の内容、そして、広島から、重慶から広島、というような空襲による、首都の苦しみ、さらに中国人強制労働者たちが体験しているその原爆の苦しみを少し紹介しました。まず私はこういうふうに、個人に注目したといいますと、最初私も申し上げたように、私はなぜかここにピースボランティアになったのは実はそういう理由がありました。私はここに資料館、2006年10月に広島に来ました。その12月ぐらいに資料館に入って、とてもショックを受けました。もちろんそれなぜかといいますと、最もショックを受けたのはそこにある空襲、まあ、あるいはまた私は原爆を知らながら自分は空襲の場面を見たときに重慶を思い出しました。あ、重慶も同じ場面があったというふうに思いました。しかし全部を見て終わると、そこにはどこにも重慶書いていませんでした。しかし私はやはり苦しんで悲しみました。つまり、なんでこんなにひどい武器がここで使われたのか、なんでそんなすさまじい状況に遭わなければいけないのだ、そういう当時の人々だということで、それで、あ、私知らない歴史があったと、でもう一回勉強したいと。あともう一つ理由は、やはりそこに中国語の説明書いていないからですね。私は日本に来る前の日本語を勉強してたんですけれども、資料館の中展示は、まあ、説明を全部見てもらったんですが、周りのちょっと中国人、ちょうど中国人の観光客か研修生かわからないですけれども、あそこで見ていて、もう本当にザーッと見ていっちゃったんですよ。あと聞いてみたら、いや、どうせ読めないから写真だけを見ていちゃったという話で、あ、そうしたら自分も何か説明してあげればいいじゃないかと思って、もう一つの理由は、私は2回目資料館に来た時に、もう一つ、まあ、私の先輩のボランティアの方が加藤さんという方なんですけれども、案内してくださいました。で、それは1時間半くらいの案内ですけれども、とっても暑い中で案内していて、そこに原爆のその苦しみとか、その歴史の事実とかを教えてくださって、でその時に私が感じたのは、私の目に見えたのは、資料館というよりは資料館の中の一つ一つの展示物と、その働いている一人の、まあ、老人ではないんですけれども、年寄りの姿であって、で若い時、そういう時に私が感じたのは、一人と原爆の関係です。もうすでに中国と日本という関係ではなくて、私たちが個人、自分がどういうふうに原爆に向き合うかという視点が、おそらくあの時に私感じて、今までこの個人にこだわる理由でもあります。もちろんこのような考え方は私だけではないんですね。資料館ももちろん1955年開館してからですね、さまざまな歴史的な変化もありました。変化もありますので、つきまして、最後にですね、じゃあ資料館はどういう変化をしてきたのかと。今日の一番実は目のテーマは、資料館の変遷なんですけれども、じゃあその中でどういうふうな変わったのかと。でここでは大体、まあ、5つの段階に分けましたですね。1949年の段階、つまり正式に資料館が開館する前の段階ですけれども、その時はやはり個人が資料の収集に一番大きな力であったと。でそして1951年の時に三角州条約が、平和条約が承認された。これはやはり大きくその後の原爆に対する資料収集、あるいはその意味の位置づけに大きく自由が与えたではないかと思います。そして1955年にやっと資料館開館したんですけれども、その中でも注目しなければいけないことは、1958年に資料館の一部は復興博覧会の第1会場の原子力科学館として使われていました。この中でじゃあ原子力はどういうふうにですね、なぜか原子力ここに展示されるのか、私も不思議に思いました。でそして1975年に一回改築したんですけれども、その背景には1973年に日本の要求でアメリカが原爆資料を返還してきました。そしてアメリカでもやっと原爆展示が行われるようになりました。
そして最も私たちに近い1994年以降ですね、そこで平和の学習の平和学習の場の東館と原爆体験継承の場の本館というふうに2つに分けられました。もういわゆる明確にテーマが、ここに付けられるんですね。当時の平岡市長の話によりますと、10年の原爆被害だけでは第2回世界大戦におけるアジア各国に対する日本の加害歴史を含め戦争の全体像にも目を向ける視点であると。でもう一つは、アジア大会が開催されるので、アジアの選手や役員の皆さんに広島のメッセージを伝えるが苦労しましたと。そこで、今の展示の内容になったというふうに言っています。その具体的な内容は何かと言いますと、全部言えませんですけれども、その中に戦争の歴史に関連すれば広島の軍用地の地図を加えられたりとか、ここで、会議を開けたとか、軍事施設がたくさんあったとか、広島から、アジアに軍隊が発見されたとか、そういう歴史が加えられました。また原子爆弾というコーナーもここで、ありました。つまり原爆の被害という内容だけではなくて、その歴史的な背景、その経緯までを大事にされています。でそして今のこれからですね、今日私たちは最後この会を開いた理由としては、これから資料館、まあ5年間かけて、もっと前から2007年ぐらいから計画を始めたんですけれども、これから5年間を使って2018年ぐらいに新しい資料館を作られた、まあ、そうですね。でそういう時に一番大事されているのは人間の視点と個人の被害だというふうに言われています。でまた仮想現実や疑似体験など活用されると、あるいは、まあ、観覧者、来館者の心情に配慮するというふうに、まあ、新しい方向に変化しようというふうにしています。でこういう流れの中で、最近は、まあ、最近じゃないですけども、もうすでに数ヶ月もあの議論あんまり多すぎるぐらいで、これ毎回これ議論する、まあ、必要もないじゃないかと思うんですけれども、しかしあの資料7ページの真ん中くらい書いてるんですね。まあ、資料館の立場と、賛成者反対者の立場って、まあ、明確にあるんですね。まあ、資料館としてはもちろん、被爆者人間の視点からです。もう一つはやはり、遺品というような客観的なもの実物を重視したという視点はもちろんそれは批判することも何もないですね。でもう一方これに賛成する方がやはりその人形が本当の原爆の被害その悲惨さを反映していないと。でもう一つはやっぱり来館者がそれは怖いという理由があります。反対の人の中ではまあもちろん怖いから残してほしいという意見もありますし、最も大事にして言われているのはその原爆の記憶がない我々には被爆再現人形こそがよりどころであり記憶を運ぶものではないかというふうに考える人たちですね。でつまり記憶の展示において過去の戦争の記憶の展示において本物であるべきか、あるいは複製でもいいのかという議論は、それはとっても複雑、もう哲学ぐらいまでに重要な議論なんですけれども、ここでは当然できません。しかしここで大事なのは、この人形を反対する人もあるいは賛成する人もみんな一致しているところは、やはりこういうものとして原爆体験を継承しましょうよというところは実は一致しているわけですね。その中に欠けているのは本物という、あるいは議論というよりは、おそらくどういう人に展示するのか、誰のために展示するのかという議論が全くなされていないのではないでしょうかと思います。まあ、資料館ではですね、まあ、最後になりますけれども、資料館は、館の設置の目的としては原子爆弾による被害の実相をあらゆる国々の人々に伝え、広島の心である核兵器廃絶と世界恒久平和の実現に寄与するため広島平和記念資料館を設置するという目的があります。館の目指す姿は1945年8月6日の広島と核兵器の非人道性を次世代に伝える核兵器廃絶と世界恒久平和について考える感となるというふうに言っています。
また展示整備の目標としては、被爆の実相や核兵器の運動性をより分かりやすく伝える展示、資料の背後にある心情を伝える展示、核兵器の存在が普遍的な問題であることを伝える展示、平和への思いを新たにする展示、記憶に留め将来に生かす展示というふうに、書いています。で、広島の心は核兵器廃絶と世界公共平和の実現であるというふうに、まあ、理解できます。しかしその中身としての核兵器廃絶と世界公共平和の実現の関係について必ずしもはっきり明記されているわけではないんじゃないでしょうか。まあ、核兵器廃絶という一本道がたどり着いた先には果たして世界公共平和があるのだろうか。世界の公共平和には先ほど私が述べたように空爆や原爆、戦争の苦難を経験した人々による過去の和解がなければならないと思います。住家から広島への説では挙げた中国人女子大学生の事例で明らかにしたように原子爆弾による被害実相をあらゆる 国の人々に伝えることで原子爆弾の威力に対する恐怖を共感したとしても日本の侵略戦争による被害者の謝罪は別にしても最低限普遍的な戦争死者への追悼悲しみの表出が求められています。アジアの視点では原爆の展示に空襲被害者や外国人強制労働者の個人体験のような人の視点からの歴史的な位置づけを通した共有が求められると言えます。つまり、広島平和資料館ではこれから、人の視点から、個人の視点からというふうに、ような趣旨はまさに私が今主張しているようにアジアの人々のその人の視点その人の経験のその人の体験をいかに向き合うべきなのかというのはおそらくこれから世界が広島に寄せる期待でもないかないでしょうかと思います。はい、まあちょっと、言葉の話なんですけれどもやはり私はここで、どうしても申し上げたいのは国の間では政治的にあるいは外交的に対抗していてそれによって、まあ、ナショナリズムでありあるいは自分の民族自分の国を中心して歴史観を作っているのはこのような確かに現実であってそのような記憶あるいは歴史認識によって、まあ、まさに現在では記憶あるいは、記憶を継承するという対抗しています。まあ、広島ではもちろん証言を集めてこれから証言を大事にしてみましょうとやってますけれども同じように重慶でも南京でもやってます。ますます資料を集めていくんですね。しかしこの同時に資料を集めている中で何をたどり着いたと言いますとおそらく国とか政治の立場から見ると対立です。でも一方で今日あるいはこれからもし資料館が本当に人の視点あるいは被害者の視点から見ていければそこには共通しています。むしろすでにこの視点に立ればそういう国あるいはそういう構想対立のことを超えられるのではないでしょうかということで私の今日の発表でここで終わりました。ありがとうございます。皆さん大変ありがとうございました。司祭にともお話して皆さんここですぐいろんなご意見とか質問とかですねおありになると思いますけれども質問ご意見と、実はですね続きましてキムさんの、ご発言がありますのでその後で2つのお話をまとめてですねご意見なりご質問をいただければと思います。それでは続きましてさあどうぞ。続きまして関連の発言を、広島市市立大学、国際学部、国際学部、准教のキム・ヨンホさんにしていただきます。キム・ヨンホさんお願いいたします。それぐらい。まず最初に
ヤンさんのご報告をお聞きしまして、あの大変資産に富むところが多くてですね、私もちょっと教えてもらおうと思って質問しようと思ってたら、ちょっと続けて話しようということですので、話をした後ヤンさんに渡しましょうと、ぜひ教えていただきたいことが出るかと思います。その際よろしくお願いいたします。そうですね、今のご報告が実際の記念資料館 その案内のボランティアをなさった経験の上でですね、丹念に、中国の戦争の記憶との対象もなさったご報告だったと思います。で、私の方からはですね、主催者からはアジアから見る資料館展示の変更問題というふうに当初課題をいただいているわけですけれども、一つはアジアから見たという点について言いますと、やはり旧植民地アジアの一つである韓国ですね。でまたもう一つ朝鮮半島の場合は国家分断と冷戦が重なり、でそれからさらにずっと核対立になったわけですね。ただ核の対立といっても、北朝鮮が核弾頭を保有したというふうに言ったのは2005年、核実験2006年です。その前やっぱり50年以上にわたって、これは核対立というよりも一方的な核、米韓同盟の核ですね、これが半世紀以上ずっと朝鮮半島にのしかかってきたわけであります。でそうした現状も含めて、旧植民地アジアの韓国から見たらどうなるかということについて考えるところを皆様と共有してみたいと思います。でそれからあと資料館の展示変更問題という題もいただいておりますが、私自身は展示そのものだとかについてはあまり専門ではございません。でそこでただ思うところも、一市民、一外国人としてもありまして、でただこの展示の問題だけではなくてですね、もう一つやはり、もうちょっと広く広島それから原爆投下、これを果たして韓国は一体どのように見ているのかという点について、ご紹介、方々皆さんに問題提起をしてみたいと思います。で最初に韓国から見た広島平和記念資料館というのはいくつか材料はあると思うんですけども、でその楊さんのご報告にもあったように、この戦争の記憶というのはアカデミックな意味でもここ15年20年、以上ですかね、かなり人気のあるテーマでありまして、で韓国においてもこういった資料館、博物館、口述などに関しての戦争の記憶の研究っていうのは結構たくさん出ております。でその中で、例えば歴史学者だとか文化研究者や、でそれから実際に韓国で平和に関する博物館や資料館を作っている人々、 NGO の人々がこの広島の平和記念資料館問題についてさまざまに研究しております。一個一個細かくは申し上げませんけれども、例えばですね、一つは韓国の平和博物館というものがありますし、でそれから東北アジア歴史財団という、これなんかまさにこの歴史問題からできた研究の財団でありますし、それからいくつかの大学が関わっている比較文化研究所だとかいうようなところが日本 その戦争および平和の博物館問題なども含めて、戦争の記憶について言及したいろんなこの資料なんか出しているわけですね。細かく言うとちょっとキリがありませんので、韓国から見た平和記念資料館のこの断片見えたものをで一通りこう、関係の限り見た上で、共通するようなところを申し上げますと、やはり、予想されるように、ほぼ共通しているのはですね、その関心が加害認識は一体どうなっているだろう、どのようにそこで語られているだろう、あるいは語られていないんだろうという点に焦点が合わされているようであります。でこの広島の平和記念資料館については、もちろんこの東館があります。今度展示変更で大きな変更がされることになるとは思いますが、ここで戦前広島のことに言及されているということも知ってはありますね。で知ってはいるわけですけども、これは非常に位置づけがはっきりしないし、非常に希薄であるという、そういう批判的な見方をこの広島の資料館についてしている点がほぼ共通しているようです。でそれからもう一つはですね、
これは博物館や展示ということだけではなくて、もう少し広い意味で、戦争の集合的記憶ですから、これは広島だけではないんですね。まあ、戦争の記憶というのは、まあ、いくつか特徴あると思うんですけど、一つはやっぱり、個々の人間と国民ということを非常につないでしまうというところが戦争の記憶というものの特徴ではないかと思われますが、で、まあ、そういう意味で言うと、やっぱり、戦争の記憶、その中で原爆の記憶、集合的記憶という場合、これは本当に広島だけではないと思うんですね。で、そのことを踏まえたいった上で、韓国のからの関心の一つは、広島 の、 資料館での展示についてもですが、人類や文明ということを強調することによって、むしろ、原爆、その前 の、 その、まあ、侵略原爆、という歴史がですね、脱歴史化されてしまっているのではないかという、この点がかなり共有されている批判ではないか、まあ、脱歴史化ということがおそらく韓国の広島平和記念資料館並びに日本における広島の記憶に対して向けられる視点のキーワードだというふうに私は思っております。で、一方、こうした研究者やその博物館記念館に直接取り組んでいる方々 の、 評価が高いのですね、先ほど主催者挨拶で横原さんもおっしゃられたように、とさ大阪のビースミュージアムですね、まあ、大きく変えられようとしてますけどね、反日やめろという声がたくさんありますので、それから岡正晴さん の、 その資料館ですね、でそれからあと戦争と、女たちのため の、 戦争と平和資料館、まあ、ですよね、まあ、みんな同列には並べられないんですけれども、あと立命館大学 の、 です、ね、ミュージアムなんかも高く評価されているようであります。で、その中のいくつかは、まあ、先ほどもご指摘あったように、まあ、大変大きなですね、荒波に飲まれてしまっているわけですね。であと、まあ、沖縄戦 の、 記憶とその資料館についても大変な注意が韓国から向けられているようであります。ですので、このことが手がかりに次にですね、韓国から見た広島、大変大きなテーマですから、その触り程度であります。で、またこれは私が見た限りとか、あるいはもしかしたら私自身の関心に引っ張る形での一つの偏見かもしれません。で、まあ、そういった前提の上でいくつか提起をしてみようかと思います。で、ただこの旧植民地アジアから見た広島や、あるいは旧植民地アジアから原爆投下というのは、これも楊さんのね、ご指摘報告の中でも十分、まあ、その前提として語られたようにですね、アジアにとってみると原爆投下というのは解放をもたらした、ね、まあ、というような傾向があるものですから、大変これ敏感でありまして論争的になると思うんですね。つまりアメリカの原爆神話、100万人を救った、戦争を正気に終わらせた、だから人道的だ、まあ、そういう原爆神話がございます、まあ、これを、戦争早期終結論というふうに仮に言うとしましたが、旧植民地アジア、あるいは非侵略非占領地アジアの記憶の一つの傾向は、植民地を解放してくれた、植民地解放論、この2つというのはやはり強い言葉で言ってしまいますと共犯関係にあるわけですね。この共犯関係というとちょっと強い言葉かもしれませんが、これ今批評だとかポストモダンとかでよく使われるんですが、別に互いに補い合い強め合う関係になってしまう、まあ、であるがゆえに、この旧植民地アジアの原爆投下に対する見方を扱うというのは大変に微妙な問題を生じますし、特に被爆地から見た場合にはお座りの悪い、場合によってはいたたまれないで、中にやっぱり、反発してしまうということも含めてですね、微妙な問題かと思います。そうですね、例えば日本においても元長崎市長の元島仁さんが広島をおごる流れと文を発表したときに、やはりこれは被爆者の方だけではなくてですね、その核廃絶する人々の中からも反発が来た、でその思想的問題というのは私まだ解決されてないと思うわけですね。となりますと、やっぱりこれは日本と旧植民地アジアの問題というものも、これまた問題提起は非常に古いと思います。栗原貞子さん、それから丸木位里夫妻もそうですし、もちろんその裸足の弦の中にもありますけれども、問題の提起は古くから
アジアによっても広がってきている。で、古いからといってじゃなくなったかといったらそうではないというところに、これまた問題の深さがあるかと思います。ということに、今ちょっと前向きが長くなりましたけれども、やはりこの韓国から見た原爆投下に対する見方で言いますと、今ではかなり多様化していると言っていいかと思います。一番極端な、悪い例といったら私の主観が入っちゃいますからね、一番極端な例、極右的な例ですね、今年の春にもありました例の韓国のある保守的新聞の保守的コラムニストの神の懲罰っていうね、あればっかりが例えば日本のマスコミでも大きく扱われてしまうわけですけれども、あの人はある意味では極めつけの保守的なあまり評判の良くないコラムニストでありまして、考えてみればある意味では民間人の一人ですよね。例えば首相がそういうこと言った、大統領がそういうこと言ったっていうんじゃないんですね。同じように韓国でやっぱり日本の首相や副首相、大臣たちが、慰安婦はあるいはその買収じゃないか、南京虐殺なんかなかった、強制はなかった、当然やっぱ注目が集まるのはやむを得ないわけですね。ただ話を戻しまして、広島長崎原爆投下について、韓国の中での、あるいは九州国民アジアの、失礼、韓国の中のに限定しておきましょう、極端な右側 のパターンとして、そういう神の懲罰というものがあるだろう。だ多様化しているというふうに申し上げましたけれども、中にはやはり、広島においてやっぱり異なる広島がある。広島は一つではない。ここにいれば当然のことなんですけれども、なぜならこの資料館の展示においても、東館の戦前広島加害の展示っていうのは今日配られた資料でももちろん書かれておりますが、ここにいる皆さんがですね、80年代からずっとこう繰り返し取り組んでこられたことがありますから、ここにいればこちら当たり前なんでしょうけども、でそうした異なる広島ってのはやっぱり韓国にも当然届いているわけですね。それからもう一つは、戦争の記憶というものが国家の記憶、皇帝の記憶というものにこう絡め取られないようにするために、やっぱり人の視点、これも楊さんもずっとね最後まで強調されていた人との視点の視点、ということに、踏まえるならば、やはり、旧植民地アジア の苦痛ということと原爆投下の苦痛、これ苦痛、人の苦痛を通して連帯できる、これがまさしく韓国で2000年代に入って、平和博物館というものを作っていこうという動きが広がった根本にあるのはその考え方であるかと思います。そういう意味で原爆投下に対する、韓国からの視点というものも今ではこう多様化していると言ってよろしいかと思います。で、多様化している、でかなり戦争の記憶だや侵略の記憶にしても韓国内で大変な対立があるんですね。今日はちょっと省略いたしますけれども、本当これとサイガルどころか凄まじい戦いがあります。でこれはまさしく、原爆投下をどう考えるか、いかにそれを我々は受け止めるかということについて、この日本においても対立があるようにであります。ただ韓国のこのように多様化する広島に対する見方についても、やはり共通しているところはどこかあると思います。これ先ほど展示問題でも申し上げたように、やはり人類普遍というためには、これを脱歴史化することによって人類危険に至るというよりも、やはり歴史の文脈の中に置き直すことによって初めて普遍に到達するのではないか、こういった問題意識が非常に強いということであるかと思います。でもちろんじゃあだからといって、日本の国家の責任ということとですね、で一つの死だとか個人の責任ということを例えば同列視しているとか、いうことではないと思います。ただ少なくともやはり加害の歴史ということについて、これ国家の責任があり、それについてはですね、見て見ぬふりするということについて、やっぱ改めて責任が生じるということがあると思います。でそれは韓国においても同じであります。韓国も加害の歴史がありました。ベトナム戦争に派兵をした、60年代から70年代で、そこでベトナムの民間人を殺し尽くしたわけがあります、韓国の軍隊は。でそのことについて韓国では教科書でも触れられることはなかったわけですね、抑圧された記憶であった。ですから韓国で
民主化運動を行ってきたような人々だとかは90年代終わりになるまでそのことの事実さえ知らなかったわけであります。ただそれがベトナムに対する韓国の加害の証言に出会ってですね、大変に当惑するわけですね。それはちょうど例えばあえて統治するならば、マルキ夫妻が原爆の図を持ってアメリカに行った。でその時に果たして南京虐殺はと問われた。その時の当惑というものと全く性質には的には同じだったんだろうと思います。でこのように韓国軍のベトナム民間人虐殺という事実を突きつけられて当惑した韓国で民主化運動を戦ってきた世代の人々ですね。でこういう人々がベトナムへ の謝罪運動を行おうと、国家に謝らせようというような運動を90年代終わりから、非常に盛んに始めるわけであります。で先ほど申し上げた、韓国の平和博物館だとか平和運動ですね。で実はこのベトナム民間人虐殺問題に取り組んだ、その流れから大きく広がってきたものであります。つまり彼らにとってみると、ベトナム人を殺した責任というのは我々の責任なんですね。ただ派兵した側、殺した側というのは、派兵したのはパク・チョンヒ大統領です。殺していったのは例えばチョン・ドゥファン元大統領の、あの人自身は派遣されましたしね、その世代であります。民主化運動をやってきた人々というか、それにいじめられた人々なんですね。弾圧された人々が実は自分たちが弾圧してきた軍部当時の海外における虐殺行為の責任を取ろうという運動をやったわけですね。いわばそうした思想的なモメントがこの2000年代に入ってからの、韓国における、加害、責任の問題、さらに、日本のその広島長崎被爆経験の苦痛の連帯ということに取り組んでいっているということを一言申し上げながらですね、改めてやはり、日本におけるその加害の責任について、ということの論点が出てくるのではないかなというふうに思われます。それから次にですね、やはりそれでも旧植民地アジアの植民地解放軍とアメリカの戦争早期終結論、この間の共鳴ということについては、やっぱりこれも実際現在の問題でもあるというふうに思います。果たしてこの問題について、勝手に我々はという言い方をさせ、勝手に仲間に入れていただいて申し訳ありませんが、で我々としてはどう考えていくのかということについて、大変難しい問題ではありますけれども、そのごく一部の問題にとどまるかもしれませんが、考えていることを申し上げたいと思います。韓国の議論も簡単に紹介いたします。韓国においてもですね、原爆の投下が解放をもたらしたというふうに、非常に、事実に基づかないことを平気で言うというのはさすがに少なくなってきた。さすがに少なくなってきたところで例の神の懲罰という案が出たわけですけれども、さすがに少なくなってきた。ただしかしそれでもやはり、日本の敗戦はアジアの旧植民地アジアの解放であり、でそこに、原爆投下が一定の影響をもたらしたのではないか、いわば必要悪論というのは根強いと言ってよろしいかと思います。でこれに対して、この日本を研究している方々だとかは、やはりここで、そうではないというために日本の幸福には原爆投下は不要であったという、原爆投下不要論、これを普及させるべきだというふうに提唱するわけですね。日本の幸福、敗戦、それに原爆の投下不要だった、あれは要するに戦争の終わりの一撃ではなくて冷戦の最初の一撃だったんだっていう、日本でもおなじみの考え方であります。そういう方もいるんですけれども、韓国内で韓国人被爆者の問題に取り組んでいる人々や、それから韓国で核の問題を1980年代に多分最も早い時期に最も体系的に鋭く問うた知識人の方の議論なんかを読んでみますと、で必ずしも投下不要論じゃないんですね。原爆投下は日本の敗戦に不要だったとまでは言えない、これはやっぱり確証できないんだという考え方というのも実は強いわけでありますね。でこの点について、簡単に韓国での議論を紹介しつつ私の2コメントいたしますと、
原爆投下不要論、もともとはアメリカの戦略爆撃団 その例の報告書から持ってきて、でアメリカの歴史研究者たちが、まあ、冷戦史を見直す過程でですね、強く提起をされているわけですけれども、やはりアジアの側の一般的な人々の、まあ、これは研究とかとは一定程度独立して成り立ち変化していくような戦争の記憶と、あやふやな面も含めて記憶、まあ、時にはイメージ、バイアスなども含めた記憶から言いますと、やはり終戦敗戦ということと原爆投下というのはかなりこの分かち難く結びついている、側面があるだろうと。でそう考えるんだったら、やはりこれは歴史研究で不要論がある、こういうものをですね普及させよう、まあ、それも確かに意味のあることなのかもしれませんけれども、それもやはりもっと大事なことがあるんではないか。でそれはまさしく先ほどの韓国から見た資料館や原爆投下問題のところで、もう少し紹介しましたように、やはり脱歴史化ではなくて、やはり歴史の文脈に置き直す、これを貫くことによって普遍に至るということではないかというふうに思われます。でこれについてはただ言うは簡単なんですよね。言うは簡単なんですね。やっぱり加害者なんだから被害の問題言ったって、通じないぞ黙れ、こういうバージョンになってしまう場合がひどい場合にはあると。ただ、加害の問題について解決しないと被害を言う資格はないぞ、これは資格がないから黙れということだけを意味しない、つまり、歴史の文脈の中に置き直すということは資格がないから黙れではなくて、やっぱ資格を獲得して語ろうということでもあることだと思うわけですね。でだから歴史の文脈に置き直すということについては、確かにもう今では問題が提起され公論化されてからかなりの時間も経っていることでありますし、その間多くの論争もありますし、でその論争に傷ついてき、た経験も多々、あるとは思うわけですけれども、やはりこう改めてですね、旧植民地アジアの、またその戦後80年代になって民主化を経験していった、まあ、その一時期からの問題提起として、歴史の文脈の置き直すということについての重みということを、ここでですね皆様方に、改めて提起し直したいと思います。もちろんこの点についてはもう散々皆さんがずっと取り組んできたことでありましょうし、改めて言うまでもない、まあ、シンプルな意見かもしれませんけれども、まあ、そうすることによって、そうですね、韓国のその平和博物館のその思想の中でいうと苦痛の連帯という考え方、楊さんの先ほどのご報告の中で言いますと、同じ人間の苦痛、同じ人間としての苦痛を共有することですね。でこのこと自身が単に、その場での情緒ということにとどまらず、やはり、その古くて新しいですね、問題について何らかの突破口を作っていくことになるのではないかというふうに思われます。まあ、大変今日はおまけのような発言が私の発言でありますけれども、まあ楊さんのご報告に対して本当はちょっといろいろ聞いたりだとかですね、議論もしたかったところなんですけども、それはぜひこの後も一緒に混ぜていただいて参加させていただければと思います。拙い発言で申し訳ありません。以上で終わりたいと思います。はい、金さん本当にありがとうございました。それでは今ですね、皆さんの胸の中にいろんなお気持ち、質問、ご意見とかですね、おありになると思うんですけれども、先ほど申し上げましたように、ヤンさんの方、キムさんの方に、まあ、求めてくるところで申し訳ないんですけれども、お時間はたっぷり取ってありますので、ご質問等ありましたらお願いいたします。私が持ってまいります。ヤンさんに反対の意見。ヤンさんに反対の意見。ああ、意見ですか。はい、はい、まずは。それで、なるべく多くの方にですね、はいはい、はい、簡潔にお願いいたします。一つね、ヤンさんに反対なのは、7ページのね、まと終わりにのところに、広島の心は核兵器廃絶と世界航空平和だ、ね。核兵器廃絶はいいんです。
世界高級映画っていうのはね、非常に曖昧で抽象的で何をするかわからない、いわゆる行政が使う言葉なんですよ。それで私たち広島でずっといろんな問題で運動に関わったり、運動に関わってきた被爆者の人たちとの議論の積み重ねで、核兵器廃絶と戦争否定なんです。だから再び過ちが繰り返さないというのは、もう戦争はごめんだというのがね、一応まとめてきた意見なので、ただ違う意見がおられるかも分かりませんが、ということが指摘の一つ。これもう一つはね、あの年表のところで1955年のところでね、あの研究されておればいいんですが、ちょっと指摘しておきたいのは、あのここにあのあれ復興博第一会場原子力科学館ってなったら書いてありますが、それがいいんです。要するに当時アメリカが、まあ、世界中でやったんですが、例 の, あのアイゼンハワーの演説に基づいて原子力博覧会をやったわけですね。で広島の中でも実は反対あったんです。しかし当時の市長は賛成でしたから、中国新聞がそれでこうやって、その展示したものをね、この資料館にまたアメリカが展示するといったことに対しても反対があったということは歴史なので、そこの点だけはね、まずきちっとしておいてほしいなと。であと、まあいくつか提案されたことには、あの問題提起に対する賛成の、もう一つ言います。あの広島市が重慶と島連合したんです。これ平岡さんの時なんですが、でこの時に被爆者含めて重慶に派遣しました。その後私のところに広大の教授から引率をした、苦情が来ました。何の苦情か、重慶を日本が無差別爆撃したという歴史を知らないままで尋ねたものですから、重慶の人からそれを問われた時に答えることできなかった。それで随分広大の教授恥かいたと言って怒って、私のところで電話して、だから歴史の事実をきちっと知るということがいかに大事なかということを、この資料館の展示の問題の中に生かさないとね。さっきあのキム・ヨンさんが言われたように、脱歴史化をしてしまうと、きれいな言葉でいくら飾っても平和なんか絶対来ないというふうに思いますので、あの反対に意味を込めて。はい、どうもありがとうございました。じゃ ありがとうございます。キムさんの方からです。じゃあ一番最初から言いますと、あの私は必ずしも、あの資料館書いているような、核兵器廃絶と世界公共平和の実現と2つの同時、まあ、進行、あるいは一歩進んだらもう一歩実現するようなことに対して疑問を持っているということは先ほど申し上げているので、必ずしもあの一致ではないというですね。あと2件目の指摘はありがとうございました。またあの詳しく調べていくつもりなんですね。一番最後におっしゃっていた、その私が重慶に行ったことなんですけれども、実は、去年とおととし私が計画して、ピースボランティアの方、あとは、引き上げ者、中国東北で、まあ、9万州には引き上げ者の方2人を連れて中国に来ました。おととしは南京、上海南京重慶に行きました。成都に行きました。まあ、いわゆる、まあ、南京は最も戦争の、中国と戦争の記憶が一番強いところであって、重慶はいわゆる空襲と、ある意味では広島とつながっていると。で昨年度は東北行きました。大連、明潤、新陽、春樹行きました。もちろん、一番目的は戦争戦地行きました。あの遺跡を見に行きました。もう一つは現地の大学生と交流しました。互いにどういうふうに思っているのか、歴史とか、あとは現在日中についてどう考えているのかという交流がやりました。もちろんご指摘という通りに、私たちは行く前にかなりあのものすごく詳しい勉強はしなかったんですけれども、やはり何回そういう勉強会、やっぱりその歴史の勉強会をやったりしていて、確かにそういういわゆる経緯、その背景を踏まないと結論をするのは乱暴だと思います。ありがとうございます。はい、その他の方で、ご質問がおありになる方はどうぞ。具体的なことをちょっと一つご質問したいんですけれども、レジュメで言いますと5ページですね、5ページの、
下の方にまとめて、前の3節のまとめのところがあると思います。でそこの2つ目、2段落目ですね。で特にここで挙げた一人の被爆者とというところから始まるところで、で原爆と同じでも丸1外国人であるためと123とあって、ためという理由で彼らの原爆体験は資料館に展示されない、もう一つの証言とされている、はい。これはこういう理由、この3つの理由があるので資料館に提示されていないという、これはヨウさんの判断なのか、それともそのような、まあ、インタビューだとか文書によってこのように資料館ないしは資料館関係の側から提示していない理由として提示されとして説明されたのかどうかということなんですが、これはいかがでしょうか。すみません、これはあくまで私の、まあ、仮説的なものであります。でこの理由というのは、私の考えている理由ということですね。まあ、なぜかと言いますと、やはりその個人個人 の, その独特な経験を表してない限りは、そこに理由あるじゃないかというふうに、私の推測で言いますか、結論付けですね。あ、そうですか。これはちょっと、もうすぐかなり大事な点だと思います。資料館の展示にしても、何を見せて何を見せないのかっていうですね、見せないのかといったら変な作為的になってしまいますけど、何をこう耳に入れたくないのかって、見る側の方も含めて、かなり大事な点だと思いましたので、書かれたものにはもっと明確に出ているのかもしれませんが、はい、ちょっと聞いてみたいと思います。一応資料館 の, その計画 の, その、75年からとか、もっと前からのその更新計画みたいなものを見てたので、その中にはっきり、いわゆる例えば、市民調査とか、いろんな資料、市民からこういう反応あたりあるから、こういうを入れましょうよと、反対なら削除しましょうという理由は確かにあります。はい、どうもありがとうございました。どうぞ会場の皆様のお気軽に質問、ご意見とお願いいたします。私の方がマイクを持ってまいります。でそれで今ヤンさんの方に質問というふうになっておりますけれども、関連の発言という形で、金先生の方も本当に内容の濃いですねお話をいただきましたので、金四方さんの方にもですねまたご質問等があればお願いをしたいというふうに思いますが、皆様いかがでしょうか。まあ、今噛み砕くのに時間かかっているかも分かりませんけれども、それでも何かね聞いておきたいということがあれば、はい、どうぞ。質問というか、一つ僕が思ったアイデアなんですけど、平和資料館、広島に平和資料館っていうのはもちろん必要なんですけど、それと同時に清掃資料館を作って、で広島が、戦争に加担してきた歴史っていうのを平和資料館と同じぐらいのボリュームで見せる、あるいはその戦争全体、広島に関わったものにかかわらず、その戦争っていうものはこういうものだっていうのを見せる資料館っていうのがあって、2つでペアで、見せられたらいいんじゃないかなというふうに思いました。はい、ありがとうございました。それではどういたしましょうか。キム先生の方からも今の、ね、ご質問に対して少しアドバイスいただいて、過去に論争があった、はい、キムさんの宮さんの方から、ね、まずはその質問の提案は、前もどうか聞いたことなんですけれども、しかしなぜ一つにしないのかは、実は逆に一つできるのにできないしないのかというその前提があるので、別にできないから二つにすればいいんけど、例えば小さいからとか、あるいは明確な理由があれば二つにするのも、ないことはないんですけどね。しかしまずクリアしなければ前提ですよね。戦争資料館ということです。戦争資料館もあった方がいい、というご意見でした。はい、もちろんあった方がいい、あった方がいいとは思うんですけれども、そうですね、具体的な資料館博物館という点も含めてですけれども、やはり旧植民地のアジアから見た場合、この博物館等によってこれを記憶しようというときに、これ中国からも、あるいはシンガポールや、あまり目立たないですけども東南アジアからも、朝鮮などももちろんあるけど、ある苛立ちってあると思うんですね。その苛立ちって何なのかといったら、例えばその広島長崎がホロコーストに対峙される、そういう扱われ方
まあ、俺は歴史の現在においてもそうですし、資料館、どういう趣旨の資料館ということか、まあ、そういったことにいたたちということがあるんじゃないのかなと、まあ、こだわりといいますかね、むしろあのそれ広島、失礼、ホロコーストだったらやっぱり南京というものが本当だったら、ね、並列されるべきじゃないかと。でもちろん南京の加害の歴史館を作れるということは栗原聖子さんとこですね、ないのおかしいとおっしゃってもありますけども、で具体的なその規模とはどうのこうのというよりはですね、人々のこの取り組みとして、ということですので、まあ、そうした意味での戦争の資料館という意味で言うと、これ長崎の岡正さんであるとかでございますしですね、ですが神山さんは戦争資料館を作ろうとやるときに一体どういう他のものと違ってそういうところをぜひちょっと考えて提起していただければ、でその上でまた教えていただければと思います。はい、はい、ありがとうございました。さっきも先生からのいわゆる靴の共感というか、はい、そういう意識の中で私は、まあ靴の共感はあくまでも一つのいわゆる形として、靴の共感は、まあ、共感しやすいから靴の共感しようというだけなんで、それは、まあ、先生も指摘通りにとどまらないという、そこで終わるじゃないという、しかし本当はその靴の共感を意味するものは、いわゆる自分を諦めて相手に接近しようという ところにあるんじゃないかと思うんですね。実は南京に行った時に、南京の、戦争、いわゆる生存者の、まあ、証言を聞いて、その後にそのおばあちゃんが何言ったと言いますと、いやあの時の、その若い軍人さんね、大変だね、もう上司にこれやれやれてもう顔殴られてと、かわいそうだったねと、いや本当にあの時の日本人の皆さんも大変だねって言って、これはもう括弧なんで、私たちは本当に有効でこれからやらなければいけないんだということを聞いた時に、私はもう本当に完全にそこで感激していて、どのぐらい その自分 の, その被害、あるいは自分の立場、自分のこれまで その自分だけ考えるというような諦めて、本当に相手に責任しよう、相手にもとりあえず男性かどうか別にして、相手は何であろうとっていう時に、とりあえず相手に立って、相手に近づけようというような立場、むしろ多分、その苦痛を共感するというところの意味あるんですね。ただの、あ、同じだからねというのは、まさに先生指摘されたように、まあ、歴史家の脱歴史観というところです。はい、すいません、西区に住んでいます、福島と申します。今にですね、一つ教えていただいたヒントになるものがあれば教えていただきたいと思ったことがありまして、脱歴史化された普遍性から、まあ、歴史化された普遍性への転換というのが、まあ、重要なんじゃないかというとして、で、一般論としてはといいますか、言葉としては非常によく分かるつもりなんですが、例えばこれ具体的なイメージといいますか、具体で、まあ、例えばこれは韓国でのベトナム戦争への記憶の転換なんかで何か例があるのか、私は日本の平和博物館はそれなりには見ていますけれども、個別の事例からさまざまなことを考えるということは、まあ例えば女たちの戦争と平和資料館のように極めて個人に特化したところから戦地性暴力という普遍的なテーマへの転換というのを図っている場合もあるわけですけれども、原爆に限る必要はちょっと今立て島の中ではしないんですが、この歴史化された普遍性というのをこう考えるヒントのようなものをもう少し教えていただければなと思います。ヒントになるようなことも 何もないかと思いますけれども、共に同じ知恵で考えているものとしてですね、脱歴史化でなくて再び歴史の文脈に置き直すという言い方をいたしましたけれども、まあ、何も特別なことというよりもですね、日本から聞こえてくるメッセージというものがやっぱり人類普遍という、で先ほど高級平和とありましたけれども、久しぶりに私この東館来てみてトイレ行こうとしたらですね、資料館の入り口で聞こえてくるのは世界高級平和の誰声が聞こえてくるというものがあったわけですけど、でですから広島長崎のその地についたこの取り組みだとかで多様な広島っていうことあるわけですけども、それが国家の次元なり州の次元になりますと、やはりそこで被爆の経験というのがつまみ食いされるわけですよね。イギリスは唯一の被爆国というものですよね。でそのことに対してやはり個々のレベルの苦痛の共感というものが、やはり社会のレベルの相互理解になかなか進みえない
国家のレベルで置いていますと、これは外交紛争にまでなるということがあるとしてですね、で全てこれ広島長崎が加害を含めて解決しろということではなくてですね、でこのとこのレベルが社会のレベルへ、まあ、せめてそこまでの総合移行に行く際にはですね、で日本の中でこの被爆の経験というものの、あの被爆ナショナリズムがいけないんじゃなくって、被爆の経験のものをつまみ食いして唯一の被爆国と、でそれで外国人排除するだとかですね、で南京虐殺はなかったとか、でそのあたりをなんとか解消していく必要があるのではないかという意味で申し上げた次第であります。何かただヒントになるようなことをおっしゃいましたけど、何もございませんと申し上げたのは、やっぱりこういった取り組みというのは日本にたくさんありましたし、私もその日本の中でのそうした取り組みから学んできたものの一人であります。でそういう意味で問題を捉え返してという意味で先ほどまとめて申し上げた次第で、であります。以上です。はい、先ほど手が上がりかけました。はい、皆さんにお聞きしたいんですが、今のボランティアでガイドなさっていて、特にアジア系の人たちの資料館を見て、被害の展示であって、加害性が先ほどの話もありましたけど、ないじゃないですか、そういう側面というような行為を実際に現場で聞かれたときに、そのヤンさんはどういうふうにそれを応答なさってますでしょうか。そういう声はなかったですか、今まで。アジアの人で言っても上がった人もいれば、本当に展示を見てそこで感動じゃないですけど、悲しくなって涙って言っちゃう人も、同じ職員でも同じ韓国人もいました。もちろん私も何回も聞かれました、そういう歴史が全然展示してないじゃないかと。で、ペースボランティアとしての仕事としては、資料館の展示をそのまま伝えるだけなんですね。終わってから、今日はどうなんですか、これ見てどういう感想ですかという時にはそういう交流が出てきます。そういう意味で、じゃあ本人はそういう関係あれば、そうですかというふうに、私たちはボランティアとしてはその以上言いませんというのはボランティアの活動の中でですね。でもちろん個人としてって、でまた深い、つまりないんですっていうのは私は聞き返します。どういう歴史が展示してほしいんですかという聞くんですね。もちろん私は教えることでもなくて、そういうようなやり取りで実際のボランティア活動をやっています。ありがとうございました。はい、皆様まだお時間がありますので、どうぞ。はい、いやマイクいりません。じゃあ大きい声でお願いします。主催者の方からちょっと聞きたいんです。気になることは、事前いただいたチラシに最後資料館からという項目があって、資料館の方のその報告もあるのかなと思って聞いたので。今からあります。今からあります。失礼しました。はい、よろしいでしょうか。そんなのがいいです。お見えくださってます。気になってたもんですから。はい、その他に何かご質問ご意見とございますでしょうか。はい、最初に言うときに言うときに藤井と申します。これは多分両方の方のお話の中から私の中で出た質問なんですけれども、よく被爆者の方がね、南京大虐殺のことなんか何も知らないで自分の被爆体験をしてたら、子どもたちの方が日本はこんなことをしたじゃないかと言って言われた時にデックするっていうか、その何も言えなかったというようなことよく聞きます。沼田さんなんかからもよく聞いていました。それで先ほど紀明波さんが資格がそういうことを話す資格はないんじゃないかっていうか、だから黙れって言うんではなくて、資格を持って
なんて言われましたっけ、あの話し合いを。資格を得てから語るという。資格を得てから語ろうというふうな言い方をされたんですけれども、そこのところがちょっと私、具体的に分かりにくかったんですけど、もう少し、どんなところで。はい、で戦争の記憶をどう語るか、それをどう共有するかというのは大変難しい問題で、加害と被害というのは大変難しい問題だという前提の上で、自分自身の何かオリジナルで申し上げたのではないです。これやっぱり私の研究対象でもある韓国の中で、じゃあ韓国の中の被害の記憶と加害の記憶、どのように格闘があったのかということ で実はその一つの、かつて論文で取り組んだこともあるですね。でそこで使っところが実はこの資格という話なんですね。で私自身が大それた提案をしているわけではないという前提の上で簡単に紹介いたしますと、先ほどの発言の中でも少しだけ紹介しましたが、1990年代終わりから2000年代にかけて、時期でいうと、大統領はキム・デジュンさんの時だったんですけども、その時30代40代ぐらいの若い NGO の方々で、かつて80年代学生運動をやってた方々だとかですね、でこれが初めてベトナムに対する韓国軍の民間人虐殺の方に接して、でそれを彼らは何度もベトナムに投査して、その証言記録を彼ら自身が、頼まれもしないのに、時にはベトナム共産党のところからは取材上のね、いろんな妨害というよりかはね、いやもうやめてくれというのもありながら取材をしてですね、で国内でもどんどんたくさんタイアップした雑誌社もあってですね、でそれで謝罪運動というのをやるんですね。で彼らがなぜそういう取り組みをやったのかということを私は調べている過程で、興味深かったので、である彼らのこのこういう指摘に目を留めたんですね。で我々は日本に対して慰安婦問題や侵略の問題の責任を求めていると、アメリカに対しては野軍事件、これは朝鮮戦争の時にあった米軍による韓国民間人虐殺のことです。アメリカに対して野軍事件 の究明と責任を求めている、ね、でその我々がベトナムに対してはこの虐殺の責任を負ってるじゃないかと。だから我々がじゃあそうした加害責任を他に問うのであれば、我々が自分たちの加害責任を果たさなきゃいけない、でこういうような指摘を彼らは複数のところで行っていたわけですね。つまり自分たちが単に他者に対して告発するのであれば、自分自身の問題責任を果たす、これ一種の資格論というふうに中身を言って申し上げたわけです。ただこれはモラルの件だなと思ったんですね。加害責任を果たさないんだったら、自分が加害責任を果たせないんだったら、自分の被害を語るなということになってしまいます。モラルの件というのは これですね。いやそうではないだろう。彼らがやろうとしたのは、やはり歴史上の責任について、自分たちの被害を他者に問うということと、自分たちがその加害の責任を問うということは、これはつながってるんだということだったと思うんですね。そうなることによって、私は黙れということではなくて、やっぱり語れと、ね、語れという、またもちろん資格を備えてからという、ちょっとあまり言い方がどう工夫していいかわからなかったので、それはそうですね、車の運転免許証という資格がなければ運転できませんから、それは運転免許取ってから運転しろになりますけども、そういう植物的に言いますとですね、じゃあ先に果たし切ってから片手で前後の関係になっちゃうかもしれません。ここはただし、これは時間的な前後関係ではないと思います。資格を持って語るっていうのは、資格を備えて初めてというよりも、それは同一の次元で語るべきではないかという趣旨だというふうに、ちょっと言葉で補いたいと思います。もう少しいいタームがあればですね、変えていきたいと思うんですが、ただこれについては本当この地で何も経験がなかったことじゃないと思います。まさしくもここにいらっしゃる皆様が先駆的に長く取り組んできたことというのは、まさにそのことでありますし、ただこれが社会の中で、今じゃかなり非常に厳しいメインストリームからすると周辺化されていこうとしているのがまさに今ですよね。であるがゆえに、なおさらその価値というのは大変に高いのではないかということも付け加えさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。お時間の関係で、あとお一人ぐらい、ご質問ご意見等があればいただくということでさせていただきたいんですけど、はい、どうぞ。ですね、今日、こういった集会に、約30年40年は無事に参加させてもらいましたので、頭の中でちょっとオーバーヒートを処理
ですけども、一つやつです。大谷のですね、まあ、先生の、強調される点というのは、要するに、大衆、民衆、ピープル同士で、連帯していこうというふうなトーンで、講演があったかと思うんですけども、そこでですね、加害、被害っていう、ことを考える場合に、やはり国家、ステートっていうか、国家っていうものをどう考えるのかっていうことをですね、が大事になってくるんだろうと考えています。で、戦争っていうのは国家権力が、大衆、ピープルをですね、戦争に導入することによって、大衆が、庶民、ピープル自身が加害者になったり、被害者になったり、こういう、構造ですから、国家っていうのは、一つ、どういったふうに、捉えて、どうするかっていうところをですね、やっぱし原理的に考えて、おかないと、ただ単純に水平的に大衆庶民レベルのですね、連帯をというのではちょっと、解決が専門じゃないかなと、そういうのを感じました。ご指摘通りにここで強調したいのは、個人という人々の、おっしゃるピッポンのそういう、力というものを強調したくて、それはある意味ではその国、国家というの、無視ではなくて、こういう力の、個人の力で国家を動かすという意味であるんですね。そこに入れることによって国家を動かす。それは別に反対という意味だけじゃなくて、入れ込むというか、入り込む。なぜかというと、ピッポンは人が国をなっていくから、みんな、あるいはそういう思想は、いわゆる自分 の, 立場、個人が自分の立場を諦めて、相手に近づけようとすれば、自然に国全体が近づけようとしてするので、当然影響してくるわけですよね。そういう話です。国家は全く別々の問題としては考えていません。よろしいでしょうか。どうもありがとうございました。それでは、ヤンさん、それからキムさんのお二人にですね、お話をいただいて、質問ということでお時間を取りましたけれども、ここでですね、一旦長時間ということで休憩を取らせてください。そうですね。じゃあ、お二人にですね、感謝の気持ちを込めて、本当に盛大な拍手ということで。それではこれからの休憩に入りますけれども、45分にですね、この会場にお戻りください。健康、それからその方針とかですね、そういったことについて の説明をいただきます。で、今日はですね、いろんな行事も錯綜する中で、この集まりのためにですね、わざわざですね、お時間を割いていただきましたことをですね、まずもってお礼を申し上げますけれども、今日お話をいただきますのは、平和記念資料館の副館長の増田さん、それから、学芸課の主任の大瀬戸さん、そのお二人にですね、今から15分から20分の枠ということでですね、お話をいただきます。どうかよろしくお願いいたします。はい、ではただいまご紹介いただきました資料館副館長の増田でございます。それと大瀬戸でございます。よろしくお願い、申し上げます。特定の部分についてのみの説明というのはですね、結局説明にならないと思いますので、今我々が取り組んでおります再整備事業全般について、概要を簡単にご説明を申し上げます。この資料の方なんですが、パワーポイント資料についてはお手元にはお送りしておりませんが、正面の画面で説明をしたいと思います。すみません、着座して、まずですね、今ご覧になっていただいておりますのは、皆様ご存知ですけれども、本館と東館ですね。で、本館というのは昭和30年に開館いたしまして、もう60年近くが経っているということです。東館は比較的新しいということで、まず建物の改修が必要になってきております。まずはコンクリートの酸性化とかが進んでおりますので、それを適正な形、修正化するとかですね。
そういうのがその近年、まあ、震災等の影響もありますので耐震化、まあ地震にも耐えれるような建物にしていくということがございます。それとですね、合わせまして、被爆後、まあ、60年、もう68年ということでございますけれども、戦争体験のない世代がそのほとんどを占めるようになってきたということを、まあ、今でいうと8割ぐらいですかね、ということなので、こういった若い世代にも、あるいは将来の世代にですね、どうやって分かりやすく戦争被害、原爆の被害を伝えていくかということを考えまして、より分かりやすく、より正確に伝えていくということを念頭に置きまして、展示の方も整備をするということになりました。それで、このための、まあ、事務的な検討というのは、まあ、実は平成10年から始めております。で、この取り組みをですね、進めるためのプランといたしましては、平成19年の1月に、広島平和記念資料館更新計画、書面見えますが、というのを取りまとめいたしました。これはいわば骨格プラン、あるいは構想の取りまとめ、といえるものでございましては、この作成にあたりましては、有識者や被爆者など17名で構成する検討委員会を設置しまして、この委員の皆様から指導助言を受けながら進めてまいりました。またここにお聞きしておりますように、新意見も求めながら、その結果も考慮しながら進めてまいったものです。内容については記した通りです。ちょっと時間の関係で、ここの説明は省略させていただきたいと思います。次にですね、平成22年7月、広島平和記念資料館展示整備と基本計画をというのを作成いたしまして、以後、この基本計画に基づきまして、より具体的な建物の改修計画や、展示の更新等の計画を作っていくことになります。なお、この基本計画を取りまとめる前にも、市民検討の募集を行いました。午後もちょっと個々個別の説明を省略させていただきます。次に、再整備事業で何を行うかにつきましてです。大きく言いますと、一つは本館の耐震性の向上を図る、補強工事と、同じく本館のコンクリートの劣化への対応ということですね。それと二つ目は、観覧動線の変更でございまして、現行で言いますと、東館、まあ、学習の場ですね、そして本館、被爆の実装を訴える館のという順番の観覧動線になっておりますけれども、再整備によりまして、まず本館を見ていただいて、次に東館を見ていただくというふうに順序を変えます。で、これはですね、この背景にありますのは、これアンケートを取ったんですが、平均で46分弱の見学時間のうち、被爆の実装を伝える本館の見学時間というのは19分弱ですかね、というのが分かりまして、修学旅行あるいはツアー等で、見学時間があらかじめ、定められているケースが多い中で、このような状況になっていることが浮かび上がってまいりました。こうしたことから我々としましては、原爆の非人道性、それと被害の甚大さ、凄惨さ、被爆者や遺族の苦しみ、悲しみなどをしっかり伝えることができているよう、本館を十分時間をかけて観覧できるよう、観覧動線の変更を図ることに可能でございます。それと3つ目でございますけれども、展示の全面的な更新によりまして、展示のゾーンを大きく4つに区分いたします。それは、まず導入展示、それと2番目が一番最後ですね、下ですね、被爆の実装、3番目が核兵器の危険性、それと、広島の歩みという4つのゾーンに分けます。で、我々としましては、この2番目はですね、被爆の実装というのを、資料館の使命を果たすための中心的な展示と位置づけまして、十分時間をかけて観覧できるようにいたします。で、その観覧動線を図示しますと、次のようになります。まず、現行と同じようにですね、東館の1階から入館をしていただきます。それと、新設するエスカレーターで1階から3階へ、まあ、直通で上がっていただくということになります。で、東館3階に上がっていただくわけですから、そこで、まずは導入展示を見ていただく。要は、気構え、心構えをしていただくということですね。それと、本館で被爆の実装を観覧いただく。それと、もう1回、今は本館に出口がありますので、そのまま外へ出ていただくことになりますが、再整備後は東館3階に戻っていただきます。そこで核兵器の危険性を観覧いただいて、3階ですね、それから階段を伝って2階に降りていただくと、
広島の歩みというのを展示しております。それとさらに1階、降りていただくと東館の1階に行くわけですが、ここでは企画展、あるいはミュージアムショップ等を設置いたしますが、そこを、まあ、見ていただいて体感をしていただくということという動線になります。ここでですね、もう少し詳しく説明しますと、東館の1階というのはこういうふうな形になりますね。はい、そうですね、あそこがエスカレーター、今の赤線がエスカレーターですね。はい、次にこれ東館3階のですね、ドーム展示の外観図になります。ここで一番最初に見ていただくのは被爆前の広島を紹介いたします。次に失われた人々の暮らしとして被爆後の広島を外観していただきます。でここでですね、新たな展示方法としてホワイトパノラマ模型というのを設けますので、少しその動画を見ていただければと思います。ちょっと、はい、ちょっとあの実はですね、エリアでいうと大体5キロ程度のエリアを示しますが、そのうちの一部だけしかちょっとテスト的にはやっておりませんのでご了承願います。でまずですね、白地、ソリは白地ですね。で、ある程度の地形を再現した形になっております。で橋や、まあ、被爆後も少し残った建物というのを立体的に表しております。そこに上からですね、映像を投影するわけです。まず最初に展示しておりますのは被爆前の広島、まあ、戦時下といえども、まあ、平穏な暮らしがあったわけですね。それと被爆して一瞬にしてこうなりましたということを示します。それとこういった文字あるいは絵と、まあ、市民が描いた絵等も展示をすることができます。被爆前ですね。これはもう中島地区だけの、まあ、テストとしては中島地区だけの模型になっておりますが、もう少し実際にはもう少し幅広いエリアになります。はい、次に2番目のゾーン、まあ、本館なんですが、被爆の実相を示す部分です。ここではさらにですね、大きく分けまして8月6日の広島と被爆者というゾーンを設けます。まず8月6日の広島でございますが、原爆の熱線、爆放射線が複雑に絡み合って都市と人に、被爆者に大きな被害を及ぼしたことを伝えます。特にですね、人の被害を強く訴えるため、被爆しなくなった人が身につけていた遺品 を中心にボロボロになった学生服やシャツ、ワンピースなどの遺品や遺体や火傷を負った人たちの写真をですね、集合展示の仕様で相当数たくさん展示をいたします。まあ、真ん中ですね、2段目あたりの部分ですね。はい、合わせて、鮮明な写真を来館者の方々により近くでご覧いただくことを考えております。また川に浮かぶ家族の遺体や日が垂れ下がる人々の様子など、被爆当日の凄惨な情景を被爆者が描いた、市民が描いた原爆の絵を展示して、伝えるよう考えております。はい、このほか目に見えない被害を及ぼした放射線につきましても個別のコーナーを設けることとしております。はい、次にまたこの展示手法としましては、個々の資料とその背景情報を伝える個別展示の手法による展示場所も設けることにしております。はい、被爆者、次の被爆者のゾーンですが、ですね、はい、ここではですね、被爆者の叫びといたしまして、一点一点の遺品に向き合っていただく展示というのが主になります。被爆し傷ついて亡くなった人の遺品や遺体が見つからず遺骨代わりに持ち帰って、家族が焼け跡から持ち帰った遺品といったものを家族は大切に保管し、被爆の惨状を後世に伝えてほしい、あるいはもう二度と核兵器を使用してはならないという思いで資料館に今もたくさんご寄贈いただいております。で、遺品の寄贈と、ですが、
ちなみに昨年度が950点ぐらい、まあ、たくさん非常にたくさんご寄贈いただいておりますけれども、こういった人の被害を伝える資料というのは年々増え続けております。で、定人更新後はですね、こういった資料と合わせまして遺品一つ一つの背景にある被爆状況や家族の思いというものを展示いたしまして、一人一人の命の存在と重さというものを伝えていきたいと思っております。また放射線による健康被害や家族を失った悲しみ苦しみという心の傷など、今日まで続く原爆被害の実態を被爆者の体験記なども紹介しながら展示をしていきたいというふうに思っております。次に外国あそうですね、そうですね、はい、これがまず集合展示、そうですね、イメージ集合展示のイメージですね。これですね、これが集合展示です。ちょっと簡単にご紹介いたしましたが、次に、はい、あですね、ここはですね、魂の叫びといいまして、やはり大きなカテゴリーでいうと8月6日の広島に属する部分なんですけれども、個別の遺品でありますとか、すみません、被爆者のゾーンですね、ちょっとゾーンがあります、すみません、個々の遺品にまつわる背景情報といったものも詳しくご説明をいたしまして、本人あるいは家族の苦しみ悲しみといったものを伝える場所でございます。ここも同様ですね、詳しく背景情報をお伝えするゾーンです。はい、でここでですね、外国人被爆者につきましては個別のコーナーを新たに設けて、まあ、写真と主体に展示をしていきたいというふうに思っております。それとここは生きるですね。ここもやっぱり本人と家族の苦しみ、悲しみといったところを展示するところでございます。で、本館、まあちょっと簡単でございますが、本館をご観覧していただいた後はですね、もう一回東館に戻っていただくわけなんですけれども、一番戻っていただいた後に最初に付き当たるコーナーでございます。これはビデオコーナー、要は被爆体験証言等を常時流しているコーナーという、今ご存知の方はご存知ですが、ミュージアムショップがある場所になりますね。それとレストスペース、これは現状と同じです。それとビデオブース、これは新たに設ける部分ですが、まあ、選択式によって、まあ、こういった状況の証言を聞きたいとか、そういったものを選択に基づいてご覧いただける場所です。はい、それとそれを過ぎられますと東館の3階、核兵器の危険性、まあ、3階全体が核兵器の危険性というゾーンになります。はい、でここで観覧順で言いますとですね、まず一番最初はですね、原子爆弾の開発と投下、2番目が原子爆弾の脅威、1つ3つ目最後ですが、核の時代から核兵器、核廃絶に向けてという3つのコーナーを設けます。でまたここでですね、それぞれのコーナー、3つコーナーがありますが、このコーナーに沿った形で電子メディア、具体的な名称で言いますとメディアテーブルと言いますが、これを設けまして、それぞれ側面にあるパネルに関連するもっと詳しい情報というのをこのメディアテーブルでご覧いただくことができできるようにいたします。でこのデモをご覧ください。
区費、捜査はある程度の捜査が必要になります。はい、以上ですね。で次に東館、2番ですかね、東館2階です。広島の歩みの像になります。ここにもやっぱり3つのコーナーがありまして、一番最初は戦時下の広島と戦争、次が、広島の復興さまざまな支援ですね、で最後は平和な世界を作るというコーナーを設けます。でこの回にも3回と同様にそれぞれのコーナーに壁面のコーナーに関連するメディアテーブルを設けまして、より多くの情報を提供できるように工夫をいたします。はい、ちなみにですね、この東館2階、広島の歩みのコーナーでご紹介しますが、ちょっと壁面パネル、こんな状況になりますというのをこれが示したものです。で、一番右上のバナーですね、これがゾーンを示しておりますね、ゾーン3、広島の歩みとゾーンですね、この場合。で、ここはですね、日英中韓の4カ国語でご案内をいたします。で、それぞれコーナーパネルというのをまた設けますね、次のレベルとして。8番ですね、ここで言うと8番なんですが、ここでは、戦時下の広島と戦争という例でございます。でその下には、テーマに関する事象というものを、歴史の流れとともに概観できるような内容を記すことにしております。言語は日英、さらにちょっと待ってモニターを押せる、そこですね、そこはまず日英で、上の文字みたいなのが日英ですね、日本語、英語で示して、さらにいろんな国の言語というのをそこにモニター、19インチのモニターを設けますので、言語を選択していただければいろんな国の言語で、同内容でございますがご覧いただくことが可能になります。それと右側にありますのが手話、これは日本語になりますが手話でも内容をお知りいただくことが可能になります。で次に項目解説といいまして、この事例でいうと戦前の広島ですね、そして戦時下の広島と町、と暮らしについての解説文をそれぞれ設けます。ここは日本語英語での解説文になります。さらにその下が個別解説といいまして、このコーナーで言いますと被爆前の広島の映像、そうですね、そこですね、映像や旧広島城に設置される、鎮静鎮台第一分堂ですね、そういった資料およびそれに付す解説文ということになります。こういった形で展示パネルの方は構成いたします。次に東館1階についてご説明を申し上げます。で現状で言いますと、ここは常設展示室ですね、一番最初のコーナーということになっておりますからの再設備後は、主なもので言いますと企画展示室、これは現在地下1階に展示室がありまして、せっかく内容の濃い、企画展を開催しても目につきにくい、あるいは足を運びにくいといった状況がございまして、これを解消するものです。次に、現在3階、東館3階にありますミュージアムショップ売店ですね、これを1階に、持ってまいります。それと情報コーナーですね、これはインターネット等で自由に情報を検索できる場所を設けるものです。ですね、それとこの東館1階というのはですね、現在は当然常設展示室になりますので有料ゾーンということになっておりますけれども、再整備が無料ゾーンといたしまして、1階のみの利用される方でも自由に足を運びやすい環境を整備いたします。それと最後に整備改修スケジュールですね、一番最初東館というのをですね、もう今年度の後半ぐらいから、終わりぐらいから取り掛かります。でそれから東館ですね、約2年かけて整備を行います。でこの東館を改修中はですね、東館を展示している部分が当然見られなくなりますので、それを補うために開館を続けます本館の、ギャラリーですね、北側の、空間部分にそれを補う展示というのを、仮設という感じ、展示になりますが、東館の展示をそちらの場所に設けるようにいたします。東館本館のギャラリーの方に東館の仮設展示を設けるようにいたします。
それと東館の改修が終わりましたら本館の改修に取り掛かります。これが、平成20年、28年度から、これも約2年間をかけて整備を行うことになります。でこの時も同様にですね、本館、被爆の実相を、お示しする展示というのができなくなりますので、すでに開館、新しくなって開館いたしました東館の1階企画展示を行う場所の方に本館の仮設展示を設けて、全館的な展示をご覧いただけるような環境を整えたいというふうに思っております。以上、テレビ時間ではございますが、再生の概要でございます。はい、どうもありがとうございました。本当にお忙しい中ありがとうございました。それでは今からですね、また少し時間が設けますので、ご質問なりご意見なりありましたら、このマイクを持ってまいりますのでお願いいたします。どうもありがとうございました。戦時下 の広島と戦争という問題が確かだったと思いますけど、戦時下の広島と戦争、この前の戦争というのはどの戦争からどの戦争までを指していてですね、でということをまず一つ、事実関係で教えていただけたらと思うんですが、であるいは展示だとか解説とまだ固まってないというのもあるかもしれませんが、資料館の方としての思いなりだとか、あと委員の方々たちの大体集約されているものという線路も結構ですので、お願いいたします。はい、ありがとうございます。実は東館のですね、展示内容については、今年度から展示説明文執筆会議というのを立ち上げましてですね、それぞれ専門の委員、三坪先生なども入られてますけれども、そういった形で先生方から指導助言を受けながら、この実は今年の7月からスタートをしたものでございます。で、確定的なことは申し上げられませんけれども、やはりですか、広島の歴史を語る上ではですね、第五師団といったものがございますので、そこを語ろうとすると、第二次世界大戦だけではなくて、その前から当然説明はしないとですね、流れができないということになりますので、その分は入ってこようかというふうに思っております。いずれにしても詳細はこれからという状況でございます。はい、その他に今具体的にですね、映像も少し入れていただきながら計画について話をしていただいたんですけれども、具体的にね、どのようになりますかということもきっと皆様お聞きしたいんではないかと思うんですけれども、ご質問等ございましたらありませんでしょうか。よろしいですか。はい、どうぞどんどんせっかくの機会ですので、あまり具体的なことというのはまだ固まってないことになるということですので、しておいておいて、じゃあ思い切りちょっと、これは、抽象的なことになるでしょうか、それとも副館長さん、学院 の先生の方々が代表してというのは、ちょっと座りが悪いことかかもしれませんが、それでもしもざっくばらんにということなんですが、教えていただけたらと思います。展示 の結構大きな変更だと思うんですね、展示内容だとか、そのなんといってもコース。コースが変わるということは、やっぱり狙いが一定変わるというふうに受け取ってよろしいかと思うんです。で、今回の更新にあたって何年かかけてというふうに言われてたんですが、ずばりちょっとお尋ねしまして、90年代終わりか2000年代初めぐらいから、やっぱり軍と広島というイメージをなんとかしたいというものがちらほら出てきたと思うんですね。はい、この点、やっぱり今回の大きな変更について、資料館の実際に携わっている方々の、いわば、なんていうのメンタリティなりでも結構ですし、その点でどのくらい影響してるのかな。で、また具体的にはあともう一つは合わせてすいませんよろしいですか。90年代半ばにスミソニアン論争などがあったと思うんですけども、あのあたりああいう外からの反響というものっていうのは何かインパクトあったのかな。これ実はやっぱり直接聞かないことには出てきませんし、書かれたものではなくてですね、支障のない限りで、はい、教えていただけます。はい、実はですね、この度のこの会で説明をしてもらいたいという趣旨につきましては、当然存じ上げたところではございますが、なぜこの資料館の再整備全体的な説明をさせていただいたかともちょっと絡むところなんですね。
で、ちょっと問題点、足早でございますがご説明したんですが、要はツアーであるとか修学旅行という形で当館せっかく来ていただいてももう来る時間も決まってる、でましてはこうちょっと遅れてくると、だけども出る時間は決まってるというパターンの旅行、まあ、いうか観覧車が比較的多いんですね。そうした中で東館で、まあ、時間を取られすぎてしまって本館、実際に見ていただきたい被爆の惨状を体感していただきたい本館を見ていただく時間というのがすごく短くなっていると、でここを解消するために観覧動線を変えたというのが今回の再整備の根幹根底かなと思います。やっぱり被爆の実相をまず間違いなく皆さんに正しく見ていただきたい、これがしかも十分時間を取っていただきたいというのがまず一番目にある再整備の目的かなというふうに思っております。で、決してその上にありますその学習的な部分、今金先生からもお話があったような部分についてもおろそかにするわけではないんですが、まず目標としてあったのは今そういうことなんですね。被爆の実相を見ていただきたいということです。で、まあ、軍とにつきましては、まあ、やっぱりその今から具体的に先生方から、まあ、指導助言をいただきながらちょっと揉んでいくところかなと思っています。そんな状況で、スミソニアについては今のところ私としては直接的な話は先生方から出ていないといったところが本当のところですね。はい、ありがとうございました。元館長が委員にも来てますしね、役所面でね。ですね、まだお時間ございます。まだお時間がございますので、今質問と言ったのでなかなかですね声が出しにくかったのかなとも思いますけれども、まあ、今日せっかくお見えになっておりますので皆様の思いをね聞いていただくということもあってもいいと思います。はい、どうもお願いいたします。ちょっとアジアの視点からとは外れるんですけれども、老人形のことについて知り合いや友人などからなぜ取っ払うのかというようなことをよく言われるんですよね。私何と答えていいか分からなくてそれを教えていただけると思います。中にはもう老人形が怖いから取っ払うというのがなんか先に報道されてしまったようで、それを皆さんは思っておられるんですよね。それで怖いから抜けるっていうのは違うんじゃないか、違うですね。はい、それでそれに対して私どう思うって言って考えないんで、じゃあちょっと結論、まあ、怖いからに関しての結論から申し上げていいですか、最初に。これは全くの誤解です。で、そのいきさつというのはですね、実はこの今年の3月に、総務委員会、まあ、市の方の委員会があって、その中である議員さんが旅行会社にいろいろ、それはそもそもその質問というのは、資料館の入館料が安すぎるんじゃないかと。だから200円ぐらい、まあ、値上げしてもいいんじゃないかと、そういう視点でいろんな旅行会社等にアンケート調査をしたと。で、200円というのが一番多かったよというのがあったんですよ。で、それはいいんですけども、そうした中でアンケートを取った中に、ちなみに老人形というのは怖いというのがありましたよというのを言われたんですね。で、どういう意図があったかわかりませんが、その老人形は再整備はどうするんですかという問い合わせ、質問があったんですよ。まあ、私は、ね、市の方でですね。そしたらその、答弁した市の職員の方が、まあまあ、撤去しますと。で、方針としてはさっき申し上げた基本計画というのが22年の7月にできてありましたので、やっぱりその、まあ、被爆悲惨な状況、いろんなたくさんの状況があったと中で、やっぱりその実物資料ほどその悲惨な状況を伝えるものはないという考えで基本計画は作っておりますので、人形というのジオラマ人形というのは撤去または代替展示が望ましいという結果になってたんですね。その結果に基づいて撤去しますと答えたら、まあ、ある新聞社の方が、意図的かどうか分かりませんが怖いという声があった、でちなみにどうするかというのを撤去します、だから勝手に怖いから撤去みたいな受け止め方をされる方が多いんですね。なんか変な感じなんですけども、怖いから撤去というのは全くないです。全くの誤解です。で、我々もそれいうことでいろんなそのメディアから取材があったんですね、まあ、新聞社もありましたし通信社もありましたし、こういうふうにテレビ局の方々からの取材もありまして、その度ごとに怖いから撤去じゃないんですよと、やっぱりその
たくさん惨状というのがあった中で、正確に伝えるために遺品を中心に展示をしていくんですよと。で、怖いから撤去というのは全くの誤解ですというのをその度ごとに説明してですね、やっぱりメディアですからこうかなり浸透はしてきたんですね。浸透はしてきたんですが、いまだに怖いから撤去という方もいらっしゃいます。あるいは自分は資料館以前来て、あの老人形しか残ってないんだというお考えをお持ちの方がありました。で、それは当然私どもからすると本意ではないんですね。あれはまあ熱線とかですね、あの爆風というのは表しているかもしれません。ただしそれは1万人被害者がいらっしゃれば、1万用のそのあれがあったわけですね、惨状があったわけです。その本当に一部しか再現してないわけですから、あの本当に爆心地に近いところは再現してないませんし、そういった意味じゃあの遺品でありますとか、まあ、被爆者が描いた、市民が描いた原爆の絵に勝る、まあ、形で本当の被爆の惨状を伝えるものはないんじゃないかと思ってるんですね。ですからその後も置いて起きた放射線障害であるとか、家族の苦しみとか、まあ、あのご本人さんもそうですが、家族の苦しみとかを表すものはそういった原市民が描いた原爆の絵であるとか、遺品であるとか、手記であるとか、日記であろうかと思います。だから大成後はそういったものをたくさんたくさんの展示をして、正しく、まあ、50年後も100年後も正しく伝えていきたいというふうに思っております。もう一つはちょっとこれ余分なんですけど、あの中岡さんがしてらしたあの原爆資料館の最初の時ですね、はい、あの中央公民館を行ってあった、はいはい、あそこは時々私行ってたんですけど、中央公民館ですね、はい、でも本当にその時からのことを思います。もう60年も前ですから、もうハイテク時代になって随分天井変わった、あもうそれはあのまだ何にもなかったのですからね、焼けたカメラだとか石ころだとかいうものもあのそこら中にそのままむき出しで並べちゃったんですよね。それはですね、多分あの昔の方が悲惨であったという声とちょっと通ずるところがあると思うんですね。だからあの本当に昔は建物自体もコンクリートも打ちっぱなしでちょっと武骨な感じの中で、そのままの形でたくさん展示してあったという状況もあると思うんですね。で一方ではですね、その被爆資料というのは非常に貴重なもんで、特に衣服とか言ったら熱線爆風放射線受けてもボロボロなわけですよ。そんなものをその今だけじゃなくて未来永劫をその保管しようとすると、適度な湿度管理であるとか温度管理、こういった視点も必要になってきますので、ぶっちゃけで言いますと、さっき見ていただいた集合展示もちゃんと温度管理、湿度管理をできるケースに入れますので、パッと見はきれいになったねともしかすると思われる方もいらっしゃるかもしれないんですが、一方では資料保存の視点も我々は大切しなくちゃいけない。ただどうですか、あの見ていただく上では本当にその甚大な被害、強烈なエネルギーが甚大な被害を及ぼしたことをお分かりいただけるように、今おっしゃったたくさん並べだったみたいな、それはそういうまあその趣向で展示は進めていきたいなというふうに思っております。なんか私は昭和20年代の半ばから後半でしたから、あの衣類とかそういうものはなかったですね。あの本当にあの瓦とか石ころとか、あそうです、ね、あの焼跡からあの開けてきたあのお皿とか瓶とか、そうです、ね、食器類です、ね、そういうものがあのほとんどとか、ね、そうですね、あのその時からたくさんたくさん展示をいたします。はい、ありがとうございました。その他に、ご意見ご質問ございましたら、あの、在外被爆者と、あの外国人被爆者のコーナーが一つまとまってあの部屋ができるというふうに伺ったんですけども、コーナーですね。今あの現在は7枚のパネルがこうあちこちに散在しているので、その在外あるいは外国人被爆者の様子がよくわからないというふうな指摘がありますけれども、それからどのようにこう、まあ、一つのところにまとまっている点ではよくなると思いますけれども、さらにどのあのもう少し内容的な拡充ですとか、どういうのがあの今の段階で分かることがあったら。そうですね、まあ、ちょっと実はご紹介したのはですね、本館の部分、すなわち被爆の実相を伝える部分
に被爆者のコーナーを作るんですね。で、だから本館というのはやっぱりその遺品でありますとか写真といったものが展示の中心となります。ですからやっぱり具体的に遺品であるとか写真が残っているものに関する事象というのがちょっと中心にならざるを得ない状況なんですね、本館というのはですね。あとは文章的な、まあ、説明であるとか統計であるとか、まあ、科学的知見に基づく説明というのは、まあ、簡単に言うと東館の方になろうかと思います。で、もし展示をするということになればですね、3階は核兵器そのものですから、2階広島の復興とかですね、そういったところになろうかと思いますが、これも今、検討途中でございますので、ちょっとまだ具体的には出来上がってない状況です。2階魂の作品すみません、今の関連で、例えば具体的な資料を使うときに、まあ、外国人被爆者を、まあ、特別視するではないんですけれども、その被爆物とか、外国人被爆者の被爆品とか、あるいは証明を使ったりするかを考えていますか。そうですね、証明というのはですね、まあ、本館を見ていただいた後、また東館に持っていただくわけ、東館の3階に持っていただくわけですが、そこでの証言というの活用というのは十分考慮考えられると思います。はい、どうぞ。すいません、ですね、東館の今のいるこの地下階ですね、はリニューアル中は使えないことになるんでしょうか。でそれとあと、企画展示が上に行くっていうことなんで、そのスペースはどうなるんでしょうか。はい、ちょっと手短な説明であんまりそこまで細かく言わなかったんですが、実際に東館のですね、展示室4はそのまま、細かいこと分かる方にしか分かりませんが、4はそのまま、だから市民が書いてある原爆の絵とか新着資料展とか使っていただきますが、今の展示室3というのは仮の事務室に使ったりとかですね、会議室1も、これも会議、仮の、もう結構 大規模になりますので、実は地下1階にある収蔵庫の改修なんかもあるんですね、空調を入れたりとか、いうのもありますので、そこにあるものを出したりとか、仮の倉庫が必要になったりするんです。だから、今、会議室1とかありますが、それも事務室になったり、仮の倉庫になったり、それと、企画展示室というのが、展示室5のことの、まあ、この壁の向こうなんですね。ここに実は、我々学芸課であったり総務課というのはこの東館の3階に事務室を置かれておりますけれども、そこが展示室になりますので、我々が転居する場所としてこちらの方に選んでおりますので、ほとんど使えないような状況になってしまいます。まあ一部使えますけど、で情報知らせなんかはできる限りずっと開けておきたいというふうに思っております。被爆の実相をね、抽出する、まずっていうふうにおっしゃるんですけれども、それで、遺品とか、市民が描かれた絵っていうふうに言われるんですかね、被爆の実相、要するに人の被害っていうところをこうやるんであれば、写真が一番こう伝えるもんじゃないかと思うんですけども、ここは広島の資料館は、そういう意味では人の写真っていうのは少ないんじゃないかなというふうに思うんですよね。で、直後の人の被害の写真っていうのは、松重さんのカットしかないわけですし、まあ、その後原爆病院とかね、そういうところで治療を受けている人の写真があるんですけれども、それこそもし人の被害をこう訴えるとしたら、そこら辺りの写真をね、もっと増やすっていうことを考えたらどうかと思うんですよ。やはり遺品はね、もうはっきり言って、性的な、もう本当に静かなもので、そこからこう想像力を働かせてね、被爆の実相はどうだったのかっていうのは、普通はあれを見て、当時の状況がどうだったのかっていうのは、僕は普通
通の人それを思うと70年も経ったね、そういう若い世代がそういうものをと想像できるとはちょっと思いません。それでそういう意味で言えば老人形はあれは当時の様子をね、あんなもんじゃなかったっていう人もいるんだろうけれども、想像力を働かせるね、一つの良さにはなると思うんです。で、要するにこう実物じゃなきゃ示せないっていうふうにおっしゃるっていうのは、これ自体が僕はちょっと違うと思うんですよ。僕は一番その点で、非常に感動したのは、丸木夫妻の原爆の図ですよね。本来だったらあれを資料館に置くべきだというふうには思うんですけれども、実物じゃないっていう、実物じゃなければ正しく伝えられないっていう、そういうふうに思われるのはちょっといかがなのかというふうに思うんですよ。で、やはり被爆の実相っていうことをいかに伝えるかっていうことをね、もう少し考えてほしいなと思うんです。で、特にこの 3D とか映像を使ってもね、その伝え方っていうのは今の技術っていうものを持って、それで分かりやすく伝えるっていう、そういう手法だと思うんですけども、例えばジオラマでいうと今入ってすぐと上に火球があって、下にね広島の町が背景になってるってジオラマっていうか地形図みたいなのありますよね、町の上に。あれは僕はもうあれは残すべきじゃないかなと思うんですけれども、もうパッと見てね、確かに模型ではあるけれども、どんな風になったのかっていうのはもう本当にすぐ分かるわけですよね。この映像でもっとそういうことをやられるかもしれませんけど、今ちょっと見た感じではね、こう視覚的にも実感としてこう映らないような気がするんです。それからもう一つは、この軍と広島のところなんですけれども、僕は今回 その展示の回収 その一番のね、動機のところが見学時間のところから始まってるっていうふうに説明されたのに関して、非常にこうちょっとそれが一番大きな理由だとしたら違うんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。いやそれで言いたいのはですね、資料館には世界から多くの方が来るわけです。で、その人たちがですね、その原爆の悲惨さというものをね見るっていう、それはもう当然なんですけれども、その人たちにその原爆の悲惨さっていうのがなぜそこで起きたのかっていうことをね、やっぱり見てもらわなきゃいけない。それからその人たちがそういうことをあっちゃいけないっていうことを納得する理由がなきゃいけない。今日もうヤンさんもそれからキンさんも言われたけれども、アジアの人たちにとって日本にこう原爆が落とされたことは良かったっていう、そういう思いをね、資料館をこう見て、それでそういう思いをね払拭できるのか、そこをねちゃんとこう被爆地からやっぱり訴えなきゃいけないと思うんですよ。でそれが今の資料館の展示を見てね、そういうふうに受け止められるだろうかっていうことをね、僕は考えてほしいと思うんですよ。で今の軍と広島の展示だって、それだって分かんないっていう人が
もう多分と外国から来た人で、あれでもってその日本 の、 あの侵略戦争ということをね、あの広島の人たち、あるいはその落とされた人たちがちゃん と、 と分かっているのかということをと僕はと伝わっているとは思わないですけれども、あのこの資料館でね、その日本はとやはりとあのと戦争をやったということをそのどう思っているのかね、それをやっぱりこう伝えるようなと内容がないと、世界から来た人たちはね、なんだこのとあの広島の資料館はもうと日本はあの戦争でもう全くの被害者だったっていう、それでしか思ってないのかっていうような、そういうとあの感想を持ってとこれ去られるんじゃないかっていうふうに思うんですよ。広島に多くの人が、外国から多くの人が来るのは、もうまさにこの原爆の悲惨さを見るために、その原爆が使われ、人類に使われた ところを見るために来るわけだけれども、そこでもって、この広島被爆地が訴えていることがね、もうあの戦争では、もう私たちは被害者だけだったと、もうそれこそあのホロコーストの被害者 だったというような、そういうようなと主張してるっていうふうにこう受け取られて、それでと去るんであれば、これはちょっと僕はあの広島にとってもあのこう決してとのためにならないと思うんですよ。だからそこの部分はねとはっきりそのちゃんと展示の中にね、あの位置づけてとやるべきだと思うんですよ。だからそれはあのこのと 外国のと被爆者の人がといるコーナーでこうきっちりやるっていうだけじゃなくて、僕はとあのそこの部分はもう少しこうとあの展示の中でとちょっと考えてほしいなと思います。はい、ありがとうございました。あのまあ、かなり難しい問題だと思いますね。で、あの、まあ、いろいろなことを言われたんで、ちょっと全部お答えできるかどうか分かりませんが、あの人形のことに関しましては、そのにおいても悲惨な状況を示す写真というのは入手しています。まあ、当日の写真というのは、撮影された写真というのはもう5枚というふうに限られておりますが、まあ、その後の、まあ、亡くなった方々の遺体を写した写真等も入手しておりますので、それと、市民が描いた原爆の絵、これも本当にその悲惨な状況を捉えたものがたくさんございますので、そういったものをまあ重層的に展示をして、その情景が、分かっていただけるような展示にしていただいたというふうに思っております。それと、まあ、その被害だけで、まあ、簡単に言うと被害だけではなくということかなと思うんですけども、まあ、当然それを考慮しながら、かといってやっぱり資料館の設置の目的というのは忘れないように、原爆以外の実相を世界中の人々に伝えて核兵器の廃絶等に寄与するということがございますので、まあ、それは根底に置きながら、こういった展示の説明文の執筆に当たっていきたいというふうに思います。よろしいでしょうか。あのまだ会場からいろいろとですね、ご意見ご質問と伺いたいところなんですけれども、予定していた時間に、なってしまいましたということで、一応あの、資料館のあの二人からの説明の方を終わらせていただきたいと思います。本当に今日はどうもありがとうございました。今日もそれではあの最後になりましたけれども、この集会の発起人である豊永慶三郎の方から、この、2時間半の集いのまとめを、はい、まとめをいたします。皆さん今日はどうもお忙しいところありがとうございます。あのまとめといってもですね、私が意図したような展開に、あの特に資料館の方がですねしてもらえなかったので残念なんですが、あのやはりまだこれからまだ話し合いの余地があるというふうに私は判断したんですね。あの例えばさっき言われたように、戦時下の広島ってどこからが始まるのかというところがあるし、やはりあの私が思うのはですね、
在外被爆者、特に朝鮮人被爆者の場合は、なぜ彼らが広島で被爆したか、しかも1割ぐらいがザッといえば朝鮮人被爆者ですよね。そのが起きた原因とかいうことは、やはり戦前のことを含めてずっとやっていかないと本当の理解はできないと。特に子どもたちは今そんなに古い そんなことの歴史が十分な教育なされてませんからね、そういうことをやはりきちっと展示が必要じゃないかなということと、それから私は皆さんの方に資料にこういうものを1枚お渡ししてるんですよね。これは2009年に前の館長さんと話し合いをした時のものです。でこの中で私たちが要求した中でですね、今日回答された中に外国人被爆者のコーナーを設けるということは一つの前進だったと思いますけど、問題はその中身が何になるのか。で私はそこに具体的にこの上の欄のですね、2段目の方に書いてるんですけど、今ある展示の問題点も書いてるわけですよね。だからそこらをもっときちっと整理されて、いらないものはいらない、新しいものを入れるとかいうふうにしないと、私が見てもですね、あまりにも韓国人被爆者の中で古めかしいものがあったりしますし、そこらをきちっとしてほしいなということがありますね。それとね、これはぜひ考えてほしいんですが、お伝え願いたいんですが、外国人被爆者コーナーと言われるけど、私はそこは在外被爆者のコーナーすべきだと思うんです。なぜかというと、外国人というと日本人以外でしょ。ところが在外被爆者というと、例えばアメリカ、ブラジルに行った被爆者があって、この人たちも非常に苦しんだわけですよ。だから在外というふうな言葉の方がいいんじゃないかな。一応設ける予定でございます。はい、思っていますね。それから被爆者の証言とか何かそういうコーナーがあるとおっしゃったんですけど、できればその中にね、その在外被爆者のコーナーで証言のビデオとかいうものもぜひ入れてほしい。で古いのがありますからね、できればもっと新しい人のビデオを撮ってられるじゃないですか。資料館もそれから追悼記念館でもね、そういう人たちの、どれにするかはまた別として、そこらよく検討されて、そして時にはこう変えていくというね、同じ人のずっとやるんじゃなくていろいろ変えていくというふうなこともね、されたらいいんじゃないかなというふうに思っています。だからこれからもいろいろと問題点があると思いますけど、できれば話し合いをねさせていただけるような、こういうものができたよと、じゃあそれに対して私はこう思いますよというふうなね、そういう話し合いの場がね、これからも設けられるようにしていただければですね、より良い展示が、特にさっきおっしゃったように、まず外国から来た人が、特に今韓国とか中国とか若い人来てるじゃないですか。あの人たちがどう見たのかというところをある程度クリアできるような、確かにこの資料館というのは原爆の実相を中心にやるということは分かります。でもその今日加害とか被害とか出たけど、その被害の中には被爆者が入ってるわけですよね。朝鮮人を含めてアジアの被爆者が入ってるわけですよ。でその人たちのこともですね、被害の中のに被爆者がいたんだというところもしっかり考えていただいたことをですね、いろいろこれからご検討願えればいいんじゃないかなと思いますので、今後よろしくお願いいたします。本当に少し時間が過ぎて、しまいましたけれども、今日の集会は本当に内容の濃い話がですね、連続したというふうに思います。それで2018年にグランドオープンいたします資料館の展示にですね、本集いの内容が反映されることを希望しまして、この集会をですね、終わらせていただきたいと思います。どうも皆様お疲れ様でございます。ありがとうございました。